コンテンツ案を募集しております。目指せ日本放送へのアクセス数ナンバーワンということで、メールアドレスは kw@allnightnippon.com、 はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送大通りのオールナイトニッポン、帰ってきた天沼パトロールのなんじゃい。お前よれすぎだろ。お前ギリギリコンサートしてないだろ今。いやもうよれよれよ。もう言えたよ、オードリーって。今、完全に言えてる、これは。これは、いや、ちょっと審議、チャレンジだよ、アメフトで言う。チャレンジ、チャレンジ、投げたよ。チャレンジ、チャレンジ。うん。これ、タイムアウト減ってもやるよ。チャレンジだよ。チャレンジ、チャレンジ。画面が今、二分割されてるよ。うん。うん。チャレンジ。はがきの宛先は、指番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポン。アウト、アウト。はい、反則です。はい、反則。チャレンジ、勝ちだ、ならず。ならず。15ヤードバッター。下がれ、下がれ。そう、ダメだったか。オードリーのオールナイトニッポン、帰ってきた天沼パトロールの係まで。うん。はぁ、難しいね。オードリーっていうのは難しいよ。ねえ、コナキンズ BL 編ってまだ始まらない。今度、福島君に黒 B をおごってあげよう。あら、うん。なんかガッツしてるよ。あそこで。え？全然やってない。なんで、ね、やれって言ってやってないわけですよ。なんて言ってんの？やれってやってないの。やれってやってないの。なあね。なあね、もう。今、なあねをあれしたら、うん、ね、すぐ絶対言ってたんですよ、ね。言ってないですよ、うん。だけど、里光のトイレ事情だけはね。言ってたよ、今。言ってない、言ってない、言ってないよ。なあね。ドイツになんか言ったら、頭に、なあねみたいな。そんなドイツ語なかった。言ってないっす。チャレンジしようよ、ちょっと今。え？全然やってない。なんで？やれって。嘘だろ。俺なんか音声作ってないか、これ。嘘だってほど言ってるね。あんなはっきり言ってる。なんで？お前ドイツかぶれだわ。え？ドイツかぶれ聞いてみよう、もう一回。え？全然やってない。なんで？いや、なあねなんて言葉なかったよ、ドイツ。言ってたでしょ、ほら。言ってた、はあ、そう。ドイツ語が入っちゃって。いや、ちょっとね、ドイツ帰りだから。うん。で、里光のトイレ事情だけは更新されてるわけですよ。してんのね。ちなみに、ここにね、で、うん、その、何もね、うん、そのまんまで歩くんでしょ、つって言って、うん、大丈夫なの？って聞いて、うん、まあまあ、結構大丈夫っすね、とか言ってて、うん、でもこの間、うん、つい2、3日前に、うん、和服で原宿歩いたら、うん、すげえ声かけられた、つって言って、さすがにそれはそうでしょ、つって、うん、和服でも全然歩くんだ、つって言って、うん、もう普通に和服で、普通に歩く。らしいんです。あ、お前ダメだよ、あんまそれも言っちゃう、ラジオ動画で。なんで？俺今のノータッチなんです、ノータッチする。いや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 。マテーシ君は本当に和服で散歩するのが好きなんだって。うん、まあまあ、そう言ってたよ。そう、うん。それをあんまりいじられたくないって言ってたから、お酒飲んだけど、俺は先週和服で歩いて話しなかったの。ちゃんと聞き、マナーで。お前はね、うん、歌歌よ。いやいやいや。そこも罰。罰。あ、そう。うん。いや、知らなかったからな、それは確かに。うん、いや、すごいねって話になったわけですよ。なんでお前はマスクと帽子すんの？うん、まあ、だから、わーってなっちゃうからね。今、ちゃんと録音したいわ。録音しとれてる？オッケー、オッケー。だから撮ってんじゃないよ。撮ってるんじゃないよ。ちょっと聞きたいなー。何を？今のやり方。いやいやいや。今の今で？え、ちょっとねえ、で今のはないよ。今のは、春日さんどうします？チャレンジします？天狗チャレンジします天狗でしたよ。天狗じゃないって言い張る？天狗じゃない。じゃあチャレンジしよう。ちょっと聞かせてちょうだい。なんでお前はマスクと帽子すんの？まあだから、わーってなっちゃうからね。チャレンジ失敗したー。これはジングルですね。これはジングルになるでしょうね。ええー、もう、健康犯なんだもん。天狗健康犯。うん。うわぁ、わっとなっちゃう。いや、結構なんない、うん、あ、そう、うん、俺もあれから又吉くん憧れでね、うん、何もしないで歩いてんだけどね。うん、なんともないね。意外にそっちのはなんともない、ね。で、この間さ、一緒に外でロケしてたじゃん。男とかと。ああ、はい。ハリーノとか。はいはいはい。で、本当にさ、こんなことラジオでしか喋れないけどさ、うん、
本当に2年前とは違うな。うん、で、2年前とか、やっぱロケしてたら、うん、ちょっとパニックになって中止とかによくなってたのよ。うん、で、丸々お蔵入りしたのとかもあるもんね、何個か。ああ、そうだね。街歩いて。で、うん、オードリーの外のロケはパニックになるから、つって、2人ぐらい、余計に人呼んでたりしたんだって、整備する。AD さんとか AP さんを。みんなガンガン通り過ぎてくるね、今ね。そうね。だから、うん、お前の今のちょっとチャレンジしたら、ちょっと、2009年引きずってん、うん、まあ、わーっとなっちゃうよな、お前 IC レコーダー持って、ちょっと原宿歩いてこいよ、竹下通り。なるかどうか、うん。わーっと、うん、いやー、なるんじゃない、わーっと。おー、今のはバラエティだから、今のはラジオバラエティだから俺はチャレンジしないけど、ああいうのが欲しいのよ。ついポロッと出ちゃうのの方がスリルがあんのよ。今のはラジオバラエティだから、ラジオバラエティ。聞いたことない、そんなことが。え、なっちゃう。うん、なっちゃう。どんな感じになっちゃう。いや、もう、あ、カサ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 ってなっちゃう。もう歩けなくなっちゃう、多分。竹下通りの駅のとこ、原宿駅から、あそこの明治通りのとこまでで、何回ぐらい声かけられる？ピンクの着ないで、何にも被んないこの状態で、下、私服で、何回声かけられる？竹下通り。それはでも、だから曜日によってまた変わってきますよ。何曜日にします？それは。何曜日？え、で、曜日によって変わってくるってことで必ず声かけられるのね。必ず、やっぱ土日なんかはすごいんじゃないかって話よ。あ、そう。うん。平日だよね。平日でもまあすごいよ。平日のじゃあお昼。うん、昼ね。うん。もうすごいよ。何人ぐらい声かけられる？竹下通りあるじゃん。何人？じゃあそれお前わざとゆっくり歩いてすんなよ、その代わり。ゆっくり歩いてする？しない？すんなよ。常識的な速度。普通に、あそこを通り抜けるぐらいの感じで。うん。まあ少なく見積もっても、うん、30はな。30？ うん、少なくとも。30回声かけられんの？竹下通り歩くだけで。うん。声かけられんだよ。あ、春日だっていうのダメよ。春日さんですよね、だよ。ダイレクトコミュニケーションよ。こう、なるほど。D コミで、それが30回来るってこと？D コミで？うん。D コミだと、まあ、15か。15。まあ、いいか。15ぐらいだな。じゃあ IC レコーダー渡すから、日本放送の、うん、来週までに撮ってきて。今日渡すから。うん。いい？いいよいいよ。平日だよね。平日の日没までだったら何でもいいよね。一、うん、回だよ。ただし。うん。ゆっくり歩くなよ、あと。普通に。胸も張っちゃダメ。胸も張っちゃダメだし。うん、お前がいつもの歩き方だ。なるほどね。15回で。15はあるね。うん。うんうん、あると思う。うん。で、止まっちゃダメ。止まったらわーってなっちゃうかもまあ、なんねえけど、多分。足止めないでよ。歩きながら喋る。スタスタ。スタスタで15回ね。15回ね。うん。うん、うん。取ってきて。わかったわかった。いい？いいよいいよ。15あるよ、きっと。もし15取れてなかったら、お前が持ってる、うん、あの服のフード全部ハサミで切るから。うん、いや、待ちたまえよ。バスが重すぎるだろ、それ。いや、バス、そこまでお前がわーっとなっちゃうって言うんだから、ちょっと聞かせてくださいよ。確かに言ってたでしょ？いやいや、言ってない？言ってないと思うな。聞いてみようよ、うん。うん。言ってたよ、確かに。いやー。これ、天狗、ないですよ、同じの2回チャレンジするなんて、だって。私、ちょっと記憶にございません。あ、そう？うん。いや、確かに言ってた。だから、15回。うん。言ってた。聞いてみましょうよ。なんでお前はマスクと帽子すんの？まあだから、わーってなっちゃうからね。ほら、やっぱ言ってるでしょ？綺麗にエコー払ってたな。もうだから、わーってなっちゃうからね。ってなっちゃうからね。もうだから、おい、いいよ、やめろ。効果をつけるな、大沢よ。じゃあ来週する。うん、じゃあ罰ゲームどうする？何にする？罰ゲーム？うん。そんぞ、フード嫌いとかは厳しいですけど、うん、何がいいかな。じゃあフードをプレゼントしようよ、リスナーに。あ、お前が切り取ったフードを、わーっとなっちゃうんでしょ。わーっとなっちゃう。だから、うん、出待ちの子に配るっていうのは。やだよ。結局フードを取られちゃうって話じゃないかよ。切れないでしょ。お前が今着てる服のフードを切って、
って、うん、紙吹雪みたいにこう、切った、かけらを、うん、サイン付きで配るって。なんだよ、ややこしいな。ええー、うん。それはもう、春日フリークたちがみんな出待ちでフードかぶってみんな待ってますよ。フードと帽子とマスク。おー。いい。そう、まあ、まあ、うん。うん、まあまあ、だから15回以上声かければいいって話もね。うん、いいよ。別に。15だよ。いいよ、いいよ、いいよ。頼む。15ね。髪のもダメだよ、やっちゃ。じゃあ普通の格好でしょ？いつもの状態で。普通の、うん、オッケーオッケー。うん。で、15回以上声かけられたら、うん、もう、マスクと、メガネと帽子禁止ね。ん？声かけられたら？あ、かけられなかったら。あー。今後。今後ね。うん。それと同時に、フードも切るべきないってことでしょ？そう。すげえ多くないか。ちょっと、重いよ。罰がだから。うん。うん、そう、どっちかじゃあ、7万円でいいよ、じゃあ。なんで金銭になるんだよ。で、7万って数字の設定もわかんないし。ほんと言ってーって思うだろうなと思って、カズがだったら。ああ、引きずる額ね。うん。いやいや、まあ、じゃあとりあえずね、15っていうのでやりましょうよ。うん。うん。やめんね、なんか。うん。押しすぎちゃって。ほんとだよ。うん。それ15回以上逆に声かけられて成功したらなんか、ないの逆に。いやいや、ちょっと待ってよ。それじゃあ、お前が、わーっとなっちゃうからって言ったから、うん、本当かって。わーっとなっちゃうからね。うん、これこれこれ。ね。なんだ今の感じ。で、わーっとなっちゃうからっていうのを言って、うん、本当かっていう検証なんだから。これ検証だから、達成できたら何かなんてあると思ってんじゃねえぞ、お前。おい、なんでこんな責めらなきゃ。え？ 15 回以上。声かけられたら、つけもみあげ買ってよ、じゃあ。ああ、危ない。わーっとなるから。わーっとなるから、つけもみあげを。うん、買ってよ。何度も言ってんじゃん、これ。いや、なんだよ、これ。怖えよ。何やってんだよ、これ。いや、だから、うん、やる、じゃあ。つけもみあげは買ってあげるよ、じゃあ。本当にわーっとなるのごめんねってことだよね。そう、あ、じゃあ、いい。うん。つけもみあげは、ただ、つけもみあげした方が、バレそうだけど、うん。そうかな。うんうん、まあまあ、でも。うん。うん、あと、じゃあ、サングラス買ってあげるよ。サングラス？うん。ああ。割れたくない。あ、じゃあいいや、つけもみあげの分かりやすいな。つけもみあげがいい。つけもみあげ買います。わかりました。うん、ちょっとじゃあ、それ検証してみましょう。うん。うん。ストライク TV で、師匠の、キューって、食べる。あったっけ忘れてんじゃないよ。だから DVD つけてほしいね。一緒にね。この本だったら。ああ、見たいじゃん。動画で見たいじゃない。うん。お前ちょっとやってみ、エアそば。エアで。お前落語家さんの筋があるからちょっと。行きましょうか。うん。ふぅ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 。最後、ポンって落としてる。してないよ。そんなんビールの線抜いたよ。抜いてないよ。そば食いながらビールの線だけだよ。チャレンジする？チャレンジするよ。してないよ、ボンダ。ビールの線抜いたのよ。抜いてないって。そばすすった後、ちょっとチャレンジしようか。あーって、そのなんか、あれごめん、聞いてみよう。何ビールの線抜いてんだよ。開けちゃったなぁ。ラガー開けちゃったよ。さあ難しいなぁ。でも今のも計算っすか？え？ビール抜く音をやったんすか？アクシデント。そう、いいね、うん。うん。ラジオネームバスケットカウント。北斗晶。私の愛した木刀。うん。北斗晶がこれまで使ってきた木刀についてランキング形式で紹介している一冊。ランキングの1位はいつも持ってる木刀ではなく、夜に握り、ブンブン振り回しているのであろう、ケンスケの股の木刀。うん。でも、カズヤさん、俺はね、うん、佐々木、監督？うん。にあれ、ちょっとこう、やっぱり、その、明るくなってかないと番組っていう良くないっていうのもちょっといろいろ思ったからしなんですよ。うんうん、俺はお前に言いたい。うん。カズラ。笑顔で行こう。
いやいや、ちょっと、あのさ、何が映画まで行こうね。なんかあるかと思った、ちゃんと。いや、だからこう、試合始まる前や、これ、うん。試合始まる前ってもう36分経ってんじゃん、これ。その長いウォーミングアップ、アップが。ほら、答えてるだろ？待ってください。うん。今の何すか？いや、もういいだろ。ウォーミングアップ、パ。チャレンジしましょう。いや、ウォーミングアップがって、こういうところを、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫って言ってあげないと、盛り上がってかないのかな、チームっていうのは。俺は盛り返しちゃうから。うん。俺、レスリングで言ったらもう、チャレンジします、俺は。試合始まる前ってもう36分経ってんじゃん、これ。その、長いウォーミングアップ、パ、アップ。いやこれはチャレンジ。ウォーミングアップじゃん、パ。え、ウォーミングアップって言えてないよね、まずね。アップ、アップまで入れてたか。なんか今。なんだ今の。なんか巻いた？バッ。なんか。え、巻いた音じゃない。なんか、巻いた音じゃない。巻いた音。砂を巻いた。長いウォーミングアップ、バッ、アップ。うん、2回ぐらい噛んだよね。ウォーミングアックバ。ていう、なんか、水の中入ったって。言い終わり。入ってないよ。水面ギリのとこで言ってて、もいやいやいや潜ったんじゃない？いや、潜ってもう一回聞かせて、潜ったってこれは。その長いウォーミングアップバ。ほら潜ってんじゃん。ダメだ。いつも通りやろ。ひどい。やるとかじゃなくてさ。うん、でも頑張っていこう。上げてこう。うん。上げてこう、上げてこう。うん、行こう行こう行こう。うん。オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、愛の大学、明治、創価大学、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国ネットでお送りします。ということで校長、うん、最後に11月を迎えた全国の受験生に向けて一言、うん、もうちょっと大詰めっちゃ大詰めなんですか、受験生で言うとね、佳境ですか、うん、ちょっと一言お願いします校長、うん、受験生諸君、あはい、チャレンジチャレンジ、ちょっと待って待って、なんだ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 、おい、これは一応確認なんだけど、うん、どうしたんだ、そういうちょっとサシスセソがサシシュセソになっちゃうキャラクターってこと、うん、いやキャラクターじゃないよ、じゃあ普通に言ったのね、受験生って言ってるよ、受験生で言ってるね、言ってるよ、わかりました、チャレンジです、ちょっと聞かせて、受験生諸君一緒だよ、肩赤くした上に噛むかね、受験生諸君コントじゃん、これね校長コントですよ、昭和の受験生諸君っていうジジイのジジイのキャラじゃないよ、ジジイのキャラじゃないですよ、あですよね、わ、うん、かりました、やめてください、じゃあもう改めて一言お願いして授業締めましょう、うん、校長お願いします、うん、受験生諸君、本気を出すのは12月か、うん、ね、はい、肘まで開けてやだーやだウェットスーツ着てた方がいいんじゃない、あ、ラジオネームネズミ後輩さんからいただいてますね、うん、RG さんがツイッターで若林さんがミニコンポのことをミニコントと言っていたのではないかとツイートしてるあ、ちょっとまずい、これはチャレンジいけるの、いける、ちょっと聞いてみます、で、うん、いや、そんなバカな話ないでしょミニコントから音が出てる、どういうことよRG さんのツイッターに書いてあるの、そうやって、なるほどね、ちょっと疑惑、また新たな疑惑が、うん、ちょっと聞いてみましょうか、うん、確認してみようかね、はい、いや、こっちにちょっとミニコンポあるんで、はい、それで、いや、え、ミニコントで書け、何なんだよ、アウトだなアウトだ、やばいっす
そんなことある？いや、ミニコントって言ってましたね。ミニコンって言ったらやっぱ、ミニコント言って、完全に言ってるね。言ってるね。とがとに聞こえるとかいうレベルじゃないね。ああ。ミニコントで書けって言ってるもんね。でも、アルディさん、会話してる中で、よく聞き取ってたね。その時に、うん？今、ミニコントって言わなかったかって思ってたわけ。切った後じゃん。電話切った後に違和感だけが残ってたんじゃない？なんだって探ってったら、ミニコントで言ってるっていうところで気づいたんじゃない？その時は気づいてる風じゃなかったもん。これはどうすればいいのかな？謝罪は。これ、謝罪、どう、RG さんに、もう、RG さんに電話すればいいのかな？電話して、やっぱ本人直接、ね、はいはい、ただだいぶもう時間経っちゃってるわ、ね。寝ちゃってんじゃないの？もう聞いてないでしょ、さすがに。そうだね。謝罪の仕方は RG さんに聞けばいいのか。ね、なあなと。そうね。うん。確かに言ってるね。言ってる言ってる。これ噛んだっていうことなのになりますよね。いやー、噛んでる。そうでもなかったけどな。はい。あー、すいません、RG さんたびたびなんか。ごめんなさい、なんか。すいません、ちょっとエビスマスカップ見てたんですけど。いや、ラジオ聞きなさいよ。すいません。すいませんね。ちょっと、はい、RG さんがツイッターで、はい、僕がミニコンポのことを、はい、ミニコントって言ってたんじゃないかっていうように書いてるっていう情報が入りまして、はい、確かにミニコントって言ってたんですよ、今聞き直したら。でしょ？はい。これは RG さん、その時にもうすでに気づいてたんですか？それとも後から？その時に、ええ、ミニコントって言ったのになって心で思ったのに、心で思ったけど、まあ、ここはちょっと、そこで粘るのはちょっと、誇らしくないなと思って。なるほど、なるほど。するし。これ、アルディさん、俺、どうすればいいですかね、謝罪の形は。うん、認めるわけですね。ああ、もう明らかにミニコントって言っちゃってたんで。確認したんですよ、今。で僕も無意識でしたね。じゃあ、はい、謝罪していただけるなら、はい、ミニコントをミニコントって言ってしまったあるある。はい、狭いなぁ。だいぶ狭いな。これは、生きててそうないしな。それは俺は、曲に乗せればいいんですか？曲に乗せていただくと嬉しいなと思いますけど。それで、だって今 A 年用意できないでしょ？ A 年がないですか？ A 年今で用意できない。 A 年がないのと、うん、A 年がない、 A 年がないってないです。 A 年がない、 A 年がないならば、はい、がをもう一回流しましょうか、こっちでさよならで、でもなるほど。どうすりゃいいんだろうね。まあ、謝罪はしないと、あれで散々ね、アルディさんに謝罪させといて、はいはいはい、自分がミスして謝罪しないってのは男らしくはないです、ね。でも俺がすぐあるあるを歌えるのはもう A 年、A 年しか、っていうか歌ったことないんですよ、俺。A 年が用意できないとか、そうなると。CM 開けてから A 年やで謝罪する？あ、エンディングで？あ、エンディングまでに用意できるみたいで、すいません、一回コーナー挟んで、それで謝罪するんで、はい、ちょっと一旦ラジオ聞いてってもらっていいですかね。わかりました。なんでしぶしぶなんだよ。聞いててくださいね、私謝罪しますから。わかりました、後で、はい。前まではなかったんですけど、うん、うちの父親がね、その、二ホール回るごとぐらいに、うん、家に電話かけるのよ。なんで？めいっ子の様子を聞くっていう。はぁ、孫のさ。うん。対してその2ホールだから、20分ぐらいしか経ってないわけですよ。だいたい1ホール10分ぐらいだから。うん。20分ごとぐらいに電話かけてさ、うん、今何してるって。孫が。孫が。うん、で、まあ、飯食ってるとか、うん。なるほど。ちゃんと食べたから。うん。で、また2ホール。それです。誰と喋ってんの？うちの母親です。母親と。母親が今日一人で面倒見てて。ああ、そういうことで。どうした？大丈夫か？つって。うん、で、今何してるんです？寝てるよ。そうか。大丈夫か？咳とかしてないか？みたいな。二、うん、ホールごとやってる、うん。まあまあまあ、あんまりその、私のイメージだと、電話をする父親じゃないんですよ。うん、昔から。へー。なんか帰る時とかにね、一歩入れるとか、うん、豆だったらわかるんだけど、うん、そんな父親じゃないのに、うん、もうそんな、ちょこちょこね、うん、電話して。
いや、カズさん、ごめん。ごめん。ダメだったかー。やっぱり、今、チャレンジできるか。一回ね、ひょこひょこの、ちょこちょこじゃなくて、ひょこ。いやいや、ちょこちょこで言いました。一回ひょこ入ったんじゃないか。一ひょこ入ったか、ちょっとチャレンジしてもらって。ノーひょこ、ノーひょこよ。いや、チョコチョコの電話の頻繁にする表情。いや、結構でもね、付け焼き場気づいてなかった感じだね、うん、表情を見ると。わかんない。いや、ひょこ入ったんだよ。頻繁にって意味だよ。いや、今、カズラさん乗ってたから、止めんの申し訳ないですけど、カズラさんの方からプレイやめたのよ。カズラさんの方からサイドライン出たから、ちょっと一回、いい、うん、チャレンジごめんね。一回ひょこ入ったんだよ、ね。いやいやいや、気づいてないって、こんだけの大人がいて気づいてないってことは。チョコチョコ、じゃあ、うん、じゃあノーチャレンジで行く？大丈夫だと思うよ。うん。気のせい。ノーチャレンジ？うん。いけんの？あ、聞いてみましょうか。じゃあ、これですよ、うん。うん。そんな父親じゃないのに、うん、もう、そんな、ひょこ、チョコチョコ、ね。いやー、取り消された。チャレンジ成功ですね。ひょこ。でも、俺が思ってる、カザさんもそうでしょ？自分の思ってるよりひょこ入ったでしょ？入ってたね。完全にワンひょこ入ってたね。ワンひょこ入ったなー。大した形で。ごめんな。いやいや、これはもう、うん、ひょこ入っちゃった。あれはちなみに、何が通り過ぎたの？ひょこってこう。チョコチョコという、なんかなんですか、ひよこですか、うん、いや、ちょっとウサギが顔出した。あ、ウサギが顔出したのね。俺ゴルジョウだから。ゴルジョウだから。林からひょっつって。それがひょこ。ウサギが顔出したということも含めて、一回聞かせてください。ウサギを見させてください。リスナーの皆さん、ウサギ見てください。いやいやいや。うん、そんな父親じゃないのに、うん、もう、そんな、ひょこ、チョコチョコ。顔出してたなぁ。うさぎがね。うさぎがね。出してました。目がクリクリしてましたよ。クリクリしてましたね。ありがとうございます。でもね、乳首にバツついたままウォータースライダー前向きにね、うわーとかで滑ってくるんですよ。いや、ザバーンつって、うわーとか言ってるのに乳首にバツついてるから。でもあれさ、オンエア見た人さ、お前の乳首にバツがついてるわけじゃん。うんうん、だからさ、うん、なんか、よくさ、なんか今ないけどさ、うん、SM の人がさ、うん、豚野郎とか背中に書かれたりするね。なんかね、うん、そういうことを、うん、メス豚みたいな。とかね、うん。だからお前そういうプレイで、うん、乳首にバツつけられて、っていうのが落ちてないんだみたいに思われるかもよ。いや、それは、うん、その、もしかしてあの場のスタッフさんが思ったかもしれないよ。いや、視聴者に思われたらまあいいよ。うん、身近なスタッフに思われるのはちょっと。視聴者に思われるのはまあよくはない。いいよ、視聴者なんかいいよ、別に。あ、そうなの？うん。それちょっと潰してもらいたかったんだわ。いや、俺言うのが難しいなって思ったんだよ、ね。いや、もちろんだからね、そう、確かにその若林さんの気持ちもわかるよ、うん。いじったところでっていう。私としたらさ、そう、自分から言い出すわけにもいかないしさ。その場のさ、スタッフさんとか、共演のね、アナウンサー、共演のアナウンサーとかに、そう、なんか、あれ？バツついてるってうっすら思われてるのがもうどうにも嫌だったわけです。あ、そう。うん。いやー、そんな落ちない。落ちないの。まだ落ちてないですよ。これでも風呂入ってるからね。なんだろう、で、ほら、なんだろうね。そのさ、ウォータースライダーの時も、あの後風呂入ってる。お笑いウォータースライダー。カスガ、トシャギ。お笑いウォータースライダー。あ、ちょっとやばいんじゃない？チャレンジできる？ちょっといい？一回ウォータースライダーのところ。うん、もし言えてなかったら、あ、これあれだな。うん、いや、言えてるよ。ちょっとごめん。言えてるって。そのさ、ウォータースライダーの時も、あの後風呂入ってる。お笑いウォータースライダー。カスガ、トシャギ。お笑いウォータースライダー。嘘だろ。ウィロー、名古屋だから、名古屋だったから、ロケが、ウィローって言って、ちょっともう一回いいですか？すいません。うん。お笑いウォータースライダー。うん。ちょっと、ウィロー、ウィローとは言ってないけど、ちょっとウィローっぽい感じで入ったね。ちょっとこれは、チクチク。スロイダーっすね。もう一回スロイダー、ちょっと。ウローターで一回こけて、もう一回こけてスローダーで、うん。ちょっと聞いてみます。お笑いのウォータースロイダー。ちょっとこれカナダチクバですね。ウォータースロイダーだって。これはもう一回いや、ちょっと待ってくれ。チクバのまま渡米できないって。
飛行機、アメリ、成田からアメリカに向かう飛行機の中で、なんか臭いなって思ったんですよ。あれやっぱ、外国の人多かったから、外国の人特有の、その体臭の強さかな、急に香ってきたんですよ。で、パッて見たら、横は通路挟んだ隣春日だったんだけど、その瞬間春日が靴下を脱いでたんですよ。あ、と思って、そしたらなんか、ちょっと飛行機揺れ出して、いやいやいや。で、春日靴下脱いだ瞬間、なんか酸素マスクが全部降りてきたんだ。そんなわけないだろ。そんなわけねえだろ、だって。そんなわけちょっとシンプルな春日さんのツッコミもう一回聞いてみましょう、うん。ちょっと聞いてみましょう。スタンダードな。いや、ツッコミってほどでもないよ。聞いてみましょう、ちょっとね。これはみんなにリプレイしたい。これはね、リプレイしたい。いいよ、別に。うん。聞いてください。と思って、そしたらなんか、ちょっと飛行機揺れ出して、いやいやいや。で、春日が靴下脱いだ瞬間、なんか酸素マスクが全部降りてきたんだ。そんなわけないだろ。綺麗な間で突っ込むよね。元突っ込みだからね。気負わない突っ込みね。元突っ込みだから、突っ込んでるっていう意識はないですけど、そんなわけないじゃん、だって。そんなさ、多少揺れたよ、確かに。揺れたまではいいよ。降りては来ないで、酸素マスクは。匂いで。降りていく、なんか滑り台みたいなもん、空中で出てたからね。もう降りるわけないだろ。いや、それはもう引っ返せないからさ。その飛行機は。そんなことなってたら、もうバローバローバローなんてやってるわけだからね。外でさ、滑り台が。うん。いやいや、そこは。ランプも点灯してたからね、シートベルト締めてくださいっていうランプの横に、バッドスメルっていうのがもう光ってたからね。ないよ、そんなマーク。それで、CA さんが来て、一回通り過ぎたんですよ、カズン。うん。それ引き返してきて、バーって英語でなんか言われてるんですよ、カズンが。そう。で、最初カズンが意味わかんないかったみたいで、なんか何もしなくて、CA さんなんかバーって言いなくなったんですよ。そしたらまた CA さん戻ってきて、英語でバーってなんか言われてて、で、カズンがとこ、ちょっとなんか土下みたいに言って、で、下から、その備え付けのスリッパがあるんだけど、ビジネスクラスの、で、スリッパをこう、袋から出して、なんか、これを今すぐに開けみたいに言われて、カスが言われて、スリッパ飾れたんだ。そんな強く言わなくてもいいじゃん。そう、ご年配のも CA さんですよね、女性のね。うん。まくし立てるようにさ、言って、隣も、私も隣も、外国の男の人だったんだけど、もうそれなんか、カタン、まあ、カタンというかさ、私がわけわかってないからさ、CA さんがわーって言ってさ、隣の男性もさ、お前はすぐ、今すぐこのスリッパ履けみたいなことを言ってんのよ。CA は言っている。ガーケン、その、左右からさ、わー言われてさ。で、出せーと思って。渡されてね。それで、結局、靴の、カスガって足でかい 28?8.5、9ぐらいですよ。9あるんですよ。だからその、で、横幅も広くて、よく3なんて言うじゃないですか。多分 4E、5E あると思うんですよ、カスガって。で、スリッパを履いたんですけど、小指だけが入らなくて、スリッパの右足、左足から、小指だけが、出たまま、十字架に飛行機乗ってたんだ。太平洋横断しましたよ、ずーっとな。でもさ、ちょっとさ、お前のさ、靴が多分臭いと思うんだけど、いや、臭くない。ちょっと土屋ちょっといい？ちょっと入ってきてもらって。ちょっと靴、ちょっと、なんか靴、ちょっと貸してもらえる？ちょっと、春日の靴。これよ。ちょっとこの靴を、土屋一回全部、まあ今放送作家の土屋が入ってきてますけど、一回息全部吐いて、うん、で吐き切って、玄関まで吐いた後ちょっと吸ってみて。で、臭いかどうか、ちょっと試して。もう、本当の正直な感想言いなさいよ。この辺嗅いでね、この辺。臭くなくても、その、面白いから臭いとか言うんじゃないよ。じゃあ全部息正直なやつ吐いて吐いて、全部息吐いて、限界まで来たりでね。全部限界今。はい、じゃあ一気に吸い込んでね。はい、いけ吸い込んで。どう？ちっちゃいわ。声がちっちゃい。聞こえないって。ありがとうな。なんだよ、おい。なんだ、あいつなんだ、若林くん。
若林くん、ちょっとなんだよ、あの男は。土屋です。いや、それ分かる。名前は知ってるよ。そういうこと言ってんじゃん。ホワッチャーネームじゃないんだよ。ね、今皆さんね、さっと流して。届いてないって。さっと流しちゃったと思うんですけど、俺は、うん、ちょっとね、うん、一回、これからお笑いを目指すっていう子もいっぱい聞いてると思うんですよ。それから若手の子も。カッサさんの今の、うん、僕は土屋ですって言った後の、うん、名前分かってんだよのツッコミの間がすごい。いやいや恥ずかしいわ、そんな別に良くないよ。これをちょっと参考にしてほしい。お笑いをこれから目指してる子、そして若手の 1,2 年目の子、これがツッコミだよって間があったんですよ。そんな、いや、そうでもなかったよ、そんなに。名前分かってんのよの間が絶妙だったから、ちょっと聞いてください。そこじゃないじゃん、今は。うん、出るかな。ちょっと流れちゃった。今臭いっていうことにフォーカスしちゃう中、見逃さなかった。そうはいいって。ちょっと聞いてみましょう。これがツッコミの間です。聞いてみましょう。そういうことないよ、うん。ちょっとなんだよ、あの男は。土屋です。いや、それ分かる。名前は知ってるよ。ここなんですよ。いや、普通の会話の長いじゃん。これはね、聞き流しちゃいけないですよ、お笑いを目指すとき。いや、会話の中で大して上手くないじゃん。いや、みたいなやつが入ってたじゃん、間に。バシッと言ってなかっただろ、別に今の。ね。会話の流れなんだからさ。録音してください、これが間ですから。ちょっと聞いてください。うん、ちょっとなんだよ、あの男は。土屋です。いや、それ分かる。名前は知ってるよ。いやこれなんでした、ツッコミの間って。ね、うん。まあまあさ、いや、そこは、違う。結局今分かったの？聞こえなかったでしょ。臭いですわ。土屋の感想が。ちょっと聞き取れなかった。もうすごいちっちゃい声で臭いって言ったんだけどね。聞こえてないでしょ。ガスが足は臭いんですよ。最近。いや、まあね。私も別に臭くないとは言わないよ。うん、確かに私同じ靴を毎日履くし、うん、もう裸足で履くことも多いしさ。うん、で、もう結構1年ぐらい履いてるし、毎日を、同じ服を、うん、靴を、うん。だから臭くないとは言わないけど、そんな。ちょっと土屋の声聞こえなかったみたいで、もう一回聞いてみましょうか。ちょっと、どうなったんだろう。でも限界今。はい、じゃあ一気に吸い込んでね。はい、行け吸い込んで。どう？声がちょっとちっちゃい、ね、ちょっとまあチャレンジしてみたけども、だよ。でもチャレンジしましたが言ってましたね。これは判定覆りません。臭いです。おい足臭。お前なんか変な街の観光大使になったらしい。おい知ってるな君は変な街とは。我が故郷所沢ですよ。埼玉県所沢市の。オープニングでもね、話しましたけど、私、本日、所沢のね、観光大使、なるものに任命されましてね。もう名刺があるんですけど、わかりました、これ。所沢観光大使、春日俊明っていうね。マスコットキャラクターのトコロンが入ってる、これ名刺を。これどうぞよければ。作ってもらってね。所沢。そう。所沢市のイメージマス。所沢市観光大使、あ、英語でも書いてある。そう、裏面。だからもう外国の方にも配れるっていうね。そうっすか。名刺なんですけどね。破ってんじゃないよ、おい破ってこい、残りに捨てるんじゃないよなんなんだ、君は無礼な男だね、悪びれる、あれもなく。すぐ破ったね。これちょっとね、今の春日さんのツッコミね、勉強直して、4つワード入れたんですよ。待て待て、やめろよ。今の1個の俺が破くというボケだけで、4つの角度から違うワードでツッコミを連打したんですよ。ちょっと聞いてもらいます。つけ焼き棒うんじゃないんだよ。俺が破った後から聞いてみてください。そうっすか。名刺なんですけどね。破ってんじゃないよ、おい破ってこい、残りに捨てるんじゃないよなんなんだ、君は無礼な男だね、悪びれる、あれもなく、すぐ破ったね。これちょっとね、今の。別に、うまくないじゃないですか。バカにしてんだろ。ずっとオープニングから。
恥ずかしめを目指しやがって。まず破ってゴミ箱に入れたってことをちゃんとリスナーに伝えた。ラジオだから。いや、いいよ、そんなこれから今の、だから、学生ヒーローズ出てるね。うん、笑いのゼミナールの生徒だ。そう、バカにしてんだろ。ぜひ聞いてほしいね。おい、やめろ。わらゼミの生徒。やめろ。ね。やめなさいよ。聞いてほしい。で、まず、何なんだ、君は。そうですよ。普通の人じゃないよ。いや、普通言うよ、そんぐらいは。どんなやつなんだ。この人は常識人じゃないよっていうことを示したわけです。これが二つ目のツッコミ。うん、そして、無礼な男だねこういう男のことを無礼だという。悪びれる様子もなく。破った後も反省してないという、この現在のリアルタイムのことを最後に言って、次に行くという。お前なんで、これ俺のミスだな。ボケとツッコミ変えちゃったの。いや、変えてもらった方がいいよ。こんな天才ツッコミを俺。いやいやいや、ほんとにさ。ボケにしちゃった。だからか。なんでだからかって。いまいちかんばしくないの。いや、変えてからの方が全然いいじゃん。お前のボケで俺リプレイしたいのないもん。オードリーのオールナイトニッポン。この番組はクレ工業以上各社の協賛で東京中央区有楽町の日本放送キアステーションに全国36局なお送り。ちょっとすいません、はい、オールナイトニッポンってなんかうん、そう、わざとそういう言い回しにしたんだよね。わざとって何よ、別に普通にいつも通り読んでんじゃん。ちょっと一回聞いてもらっていいですか、すいません。待ってちょいよ、勘弁してちょいよ。オードリーのオールナイトニッポン。この番組。そんなバカな。184回目だぜ。あれ？なんだ今のは。もう一回聞かせてください。何？オードリーのオールナイトニッポン。この番組。恥ずかしい。今日うんこだからな、お前。ニコだった。屁こいた。トーク中に屁こいちゃったの。あとうんこしたから。あ、今のうんこカウントですか。うんことしてカウントされちゃうの。カウンターとかじゃねえんだ。お前、侮辱だよ、オードリーのオールナイトニッポンに対する。いやいや、こっからうんこしながら。うんこじゃない、オードリーのオールナイトニッポン。なんだというか、なんかちょっともたついちゃったんだ。うん、女ニッポン。所さんの真似したんじゃないか。いや、真似してないよ。ちょっともう一回いいですか、聞かせてもらって。所さんの真似してると思うんだよ、ね、うん。オードリーのオールナイトニッポン。ちょっとそうだな。ちょっと所さんだな。お前から付き合おうとは思わなかったの、その肉体関係の人たちと。まあやっぱ何かがやっぱりさ、うん、悪くないんだよ。うん。いろんな意味で。悪くないんだけどさ、うん。そのしっくり来ないというかさ、ビビビ、やっぱりビビビ婚よ。あ、ビビビ、うん。ビビビがないの。え、ちょっとブスな女みたいなこと言うけど、うん。理想高すぎなんじゃないの？ブスな女か、おい。お見事。生まれました。うん。いや、だからね。うん。難しい。聞かれるじゃない、うん、その、結婚するならどんな女性がいいですか、うん、みたいな。でも、わかんないの、自分で。どういう人、どういう人って答えられない。興味ねえよ、女のよ。ちんたら、どういう人が答えられないのよ、だって。もう一回聞ける？いや、いいよ、今のは。いや、今のことなのよ。噛んだなんてのは、チャレンジすると笑いになっちゃうじゃん。今のこそチャレンジするよ。やめてよ。春日が調子こいた瞬間なんだよ。やめてよ、今のはいいでしょ。どういう人が答えられないのって聞いてみましょう、こちらです。いやいや、いいよ。聞かれるじゃない、うん、その結婚するならどんな女性がいいですかみたいな。でも、わかんないの、自分で。どういう人、どういう人って答えられない。興味ねえよ、女の語ってるね。いや、ちょっと削られちゃったね。やだね、今のは。うん。
で、なんかやっぱ熊本っぽいものを味わいたいと思って、なんかメニューで熊本っぽいもんないかなーといろいろ探したりとかしてて、したら、あの、新聞があったのよ。その居酒屋さんでお客さん呼んだりする。それが熊本日日新聞っていう、もうこう熊本っぽいじゃんと思って。それでこう見てたの。したらやっぱテレビ欄とかさ、あの、いろんな曲がこう混じって、一つの何チャンネルとかになって、それなんかちょっと、地方っぽいでしょ。なあ、なんかいいなと思うんで、ごめん、ローカルな記事とか載ってないですよ。なんか、阿蘇の滝に、なんかが、虹色の、なんか、あの、照明が当たってます、今、みたいな。夜と。夜ね。で、見てたの。したら、あの、新聞だから漫画載ってるんですよ、4コマ漫画。で、4コマばって見たら、くまモンっていう4コマ漫画。熊本だから。ああ、これちょっといいなと思って、カラーなの、くまモンが、はいはい。で、くまモンって書いて、下にはまさ、ね、名前書いてあるの。監修小山くんどとか。書いたの、はいはいはい。で、サク見たら、あれと思って。サクにさ、佐藤光晴とか書いてあってさ。ええーと思って。4コマ漫画。4コマ漫画、熊本の新聞の熊本っていう、4コマ漫画の、さ、一番最初ので、作、佐藤光晴、絵、誰々、監修、小山君堂ってのって。こんなところでと思って。熊本の。あれ、絵は、ちなみにダリじゃないですよ、ね。ダリじゃないです。だったらダリ。サルバトルダリじゃないです、ね。ちょっと絵の人はちょっと忘れちゃったんですけど。いや、誰々、誰々って言ってたから、ダリから。誰々って言ってるよ。誰々だって言ってない誰々です。誰。絶対ダリって言ってた。誰が言ってないです。誰だ。いいんすか時間ちょっとあればですけど。ごめんなさいね、話止めちゃって。ダリって言ってたから。言ってないよ。すいません。一番最初ので、佐久、佐藤光晴。誰だり。ダリって言ってんじゃん、お前。くそもう、ダリに書いてもらったら、相当シュールな4コマ漫画のストーリー書かないと、無理だぜ。時計品曲がっちゃって。そうだな。この漫画意味わかんねえな、つって。誰だれね。しけ、誰だれ。いや、全然いいですよ。申し訳ない。佐藤光晴。そう。佐藤光晴がさ、元の地方の新聞の4コマの作っててさ、びっくりして、こんなとこであるかと思って。暗躍しすぎだな。いや、そうだよ。熊本まであれ、魔の手が伸びてるわけ。誰がいいと思う？そういうの抜きで。あの、カスガが、自分じゃない代役を立ててもらうのよ、カスガに毎回。これ俺から選ばない。ルールとして。はいはいはい、なるほど、なるほど。その、この人とやってくださいと。そうそう、カスガの、その席を任せられる、やつは誰だと思う？こん中で？いや、こん中でじゃなくていい。別に頭に浮かんだ人でもいいし。誰だろうな。カスガの席を任せられる人。まあ、そうだなぁ。本当にお前、さ、いつ成長すんだよ。すまん。いや、遅いよ、出すの。お前、ラジオでお前、そんな悩んじゃダメだよ。すまん。一つも出てこない。じゃ出てこないでいいのよ、ガザーさん。いや、何か出そうとするんだよな。いや、ちょっともう一回聞かせてくんない？どんぐらい長かった今。客観的にちょっとチャレンジさせてください、ガザーさん。聞く？うん。こうよ、じゃあ。長かったな、今な。今長かったよ。何だったか、カスガの席を任せられる人。まあそうだなぁ。本当にお前、さ、いつ成長すんだよ。何秒何秒ぐらい?7秒ぐらい。いいじゃん、そんなの言えば。飯田浩司でいいじゃん。ああ、そう、飯田さんがいたな。誰だと任せられます？誰だろうなぁ。そうだなぁ。あの、今回はそれで正解なの。あぶねぇ。そのツボ押さえてんの、やっぱり。伊達に14年やってないよね。危なかったぜ。カズが、この人が出演者になってると、あ、楽しみだな。で、それはいろんな意味もあるよ。好きなタイプの女性であったり、
面白いと思ってるとか。へえ、いえ、誰だろうな。誰もいないのか、お前やっぱそういうやつなんだな、仕事のスタンス。全員のこと面白くないって思ってるってことだな。いや、そういうわけじゃないけどさ。うん。うん、誰だろうな。まあでも近いとこで言ったらさ、うん、なんだろう、例えば、澤部とか。ああ。うん。それは何？お姉としてたのに。いや、お姉じゃねえ。ないわ。いや、普通にさ。待って、今。お姉じゃないわよっていう。ちょっと今、チャレンジさせて。いや、チャレンジ、いや、お姉じゃないわよって言おうとした疑惑あります。ないわよじゃないわ。いや、今怪しいな。ちょっとチャレンジさせて一回。お姉じゃないわよ。ちょっとあれ再生してさっきの。なんかね、お姉じゃないわよ。ないわよ、まあ、要はね、言ってない。いける？じゃあチャレンジ。お願い。うん、それは何？お姉としてたのに。いや、お姉じゃねえ。ないわ。いや、普通に。ないわって言ってるじゃん。ないわよまで言ってないでしょ。ないわ。はい、お姉です。いや、お姉じゃないわ。お姉じゃねえ。だから、男の部分を間違いとしてると思う。お姉じゃねえ。あら、私男言葉使っちゃったわ。お姉じゃないわ。お姉じゃないわにハート入ってます。お姉ですね。いいですね。いやいや、お姉じゃないわ。お姉じゃないわよまで言ったらお姉だけど。なんとかじゃないわ。そうそうそう。ツッコミの。そうよ。あつしさんのツッコミね。そう、あつしくんのやつよ。あつしくんすごい先輩のこと上から。あつしさんの。あつしさん。あつしさんのもんよ。あ、危ない危ない危ない。お姉じゃないわだってよね、今。ちょっとラジオネームデレクジーカーのトータス松本さんから春日さんへの、うん、歌えるこれ。え、これ俺が読むもんじゃないのよ。え、あー、これどんな感じだっけ、うん、トータス松本さんから春日さんへ、うん、じゃあ行きますよ、うん、新年会を家でやっちゃおう。心ウキウキワクワク。ララ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 ラ。クリアン朝日。今るみの女が家で待ってる。心ウキウキワクワク。ララ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 ラ。クリアン朝日。今るみの女が服を脱いでる。心ウキウキワクワク。ララ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 ラ。クリアン朝日。今るにの女が股を開いた。チンコビンビンムラムラ。ララ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 。クリアン朝日。よくないよ、これは。うん、3回目だったかな、歌ったの。うんうん、ちょっと照れて笑ってたのよ。いやいや、ひどいもんだって。笑わないほしいのよ。それはすまんけどさ、うん、ちょっとチャレンジしていい？え？笑ってたから3回目の今る2の女が服を脱いでるのところ、うん、笑ってたのよ。いやでもちゃんと歌ったよ私は。そんなに笑ってない。そんな笑ってないよ。そんな声が入るほど笑ってない多分。いや笑ったと思うんだよな。いやいやいや、まあ、表情はね、これなんだこのハガキはってことで、まあ、ちょっと笑ったけどひどいだろつって。ちょっといける？ちょっと聞いてみる。じゃあ、検証しよう。うん、チャレンジしよう。大丈夫だと思うよ。うん。今るみの女が、くそーくそー笑わないでほしいのよ、こういう時。参ったぜー。やっぱどっかツッコミとして生きてんのよ。うん、いや、お前もう真剣に歌ったのかよ。いや、渡されてさ、一回見してよ、じゃあ。それだってさ。お前が、ボケとして歌った、ツッコミとして歌った、どっち？いや、別にどっちでもないよ。普通に、その。なんで笑ったんだよ。もう一回ちょっと石井ちゃん聞かせて、絶対、これツッコミとして笑ったんだって。それダメだよ、こんなの。ツッコミの笑いじゃないよ、別にこれは。じゃ俺は、うん、常識の視点から見てますよってなっちゃうの、笑っちゃうと。いやいや、そんな笑ってない。もう一回聞きましょう、ちょっと。そんなこと。いまるにの女が。何やってんだおい。何やってんだよおい。なんか俺これ俺の中であるあるで超面白いんだけど春日が笑うの。なんでこんなちゃんと喋ったかっていうと、うんうん、先週ザキヤマさんと打ちっぱなし行って、うんうんうん、ゴルフをすごい理論的に教わって、うんうん、で若林に芸歴行くとさ、うんうん、って
ボール当たる瞬間がボケだとしたら、振りの方が大事だと思わないっつって。うん、で、だから振りが良ければボールは飛ぶ。なるほど。振りが良ければボケは受けるっていうことあんじゃんっていうのを聞いて、なんか振りをもう一度しっかりしてみて。なるほど。だから最初のメールも。なるほらって言ったよね、今。いや、言ってないでしょ。いや、なるほらなんて言い方する。なるほどでしょ。これちょっとなるほら。いや、いくらイタリア外だからって、日本語忘れてないですよ。うん、なるほらなんて言うわけないでしょ。ちょっとチャレンジしていいですか、うん、いやいやいや、これは自信あるよ。うん、そんなもん、心外だよ。すいません、ちょっとなるほら出たって。なるほらってよ。振りをもう一度しっかりしてみて。なるほら、だから最初に。言ってますね。もう、言ってるね。言ってますね、じゃあ、すいません。うわいや、せめてさ、何かやってからの口入れにしてくれよ。言ってますね、じゃないよ。そっかさ。ただの口の中に手入れてるだけだよ。言ってたなぁ。なるほど。こんなに手入れんのもうポスト以来だよ、俺。うん、もうわかるもんね、言う前から。つまんないの。あー、つまんねえなって思いながら言ってるわ。しょうがない、壊れちゃってるから、今日は。壊れちゃってるからね、今日は。便がね。誰だったら並んであげる一緒に。あー、頼まれて頼まれて。誰だろう有村架純ちゃんだね。お前毎回、お前毎週言ってんな。相当好きだな。お前熟女好きだっつってるやつが。ぽっちゃりの熟女好きだって言ってから、若くて、清純派を、一押しするなよ。やられちゃったのよ。やられちゃったの、うん、やられちゃった。なんか見たの ?CM とかでね。まあ見たりして、まあまあ、可愛らしいなと思う。ヒルナンデス一回来たじゃない。来たのよ。うん、やられちゃったね。久しぶりに。そう、いや、うん、そう、ドキドキしてたんだ。いやこれはすごいなと。あ、そう。現れたなって思って。頼まれたらね、うん、かすみちゃんに頼まれたら、うん、私は、かすみに並んじゃうね。うん。いや、俺そんなの、深夜に聞きたくない。かすみとかすみの、なんか、こらすま。いや、そんな話、インカム通してだけは聞きたくないな。申し訳ない、これはもう。いやー、嫌だったな、今の、なんか。そういうのは潔癖なんだよ。なんか、おじさんが若い子の話して楽しくなっちゃってさ。かすみとかすみんは並んじゃうな。いや、これ、ちょっと一回浮かれ具合、客観的に、ちょっと今聞いてもらっていい、うんうん、え、あ、そう、チャレンジさし、チャレ、これチャレンジというか、そんな別に浮かれちゃうな。身に染みて、いや、浮かれてるってことでチャレンジさせて、じゃあ。流れで出ちゃったと思ってるよ。いや、わかる。だから、それは俺も気持ちわかんない。かすみとかすみん、こんなにニアピンするものを、なんか、あえて出さないのも、なんかちょっとセンスぶってんじゃねえのっていう、逆のね、恥ずかしさある。出すべきなんだけど、浮かれ具合なの、俺が言う気なの。浮かれちょっと聞いて、じゃあ一回チャレンジさせて、浮かれてるから、ちょっとお願いします。うん。かすみちゃんに頼まれたら、私は、かすみに並んじゃうね。うん。いや、俺そんなの、どう客観的にはもう、おじさんがもう、浮かれ倒してるね。おじさんがスキップしてたよ。いや、ひどいね。申し訳ない。年明けを見てきてるけど、うんうん、全然面白くなかったね、2009年の歌詞が。今言ってあげんなよ、今で。世の中は違うかもしれないけど、うん、あの、その、コメントだけこう、コメントとか、はいはい、ムーブを拾ってったら、うん、全然今年の方が面白い。いや、そうかもね、確かにね。そうだろ？内容そうだろ？だから、内容だよね。その、リアクションじゃなくて、世間のリアクションじゃなくて、うん、その歌詞が、数が。もうこれど、いや、大変なのよ、録音の時にチャレンジすんの。分かった、やっぱりその。違う、俺ずっと言ってるよ、春日俊明始まってなんで、はいはい、それが歌手がになっちゃってるから。やっぱもう自分の中でも捨てた名なんだろうね。これもうキャリアハイとして。歌手がになってるの、じゃあ。やっぱね、もうキャリアハイっていう名前が入っちゃってるから。ああ。やっぱ、いける、ちょっと一応じゃあ、まあ、だまあ、間違いなくアウトだけどね。一応聞こう。春日って言ってるでしょ。一応聞こう。うん、その、リアクションじゃなくて、世間のリアクションじゃなくて、うん、その歌詞が、春日。いや、もうコカドさんじゃないんだからさ。下切ろうかな、私もちょっと。
デープレゼンオードリーのオールナイトニッポン。まあ、1日から、うん、ニュージーランド行ってきましてね。あ、はいはい。はい、ちょっとオープニングで話しましたけども。うん、ちょっと焦りましたけどね、オープニングで話してて。どうしたの？いや、私もこのターンでね、うん、話そうと思ってたんでね。うん。うん、危うく。うん。あれ以上広げられてたらもう、危なかったですけど。じゃあ言えよ、オープニングで、ね。ドキドキしながらさ。いや、まあ、まあ、ロケ、何話し始めてんの？いや、いいだろ。いや、まあ、とか言って。気を取り直してたよ。ちょっと今、石井ちゃん出せる？今話し始めたし、俺さっき里光の電話切ったので一緒で、乗り始めた人間が嫌いなんで、それをちょっと聞いてほしい。そんな乗ってないよ、いや、仕切り直してた。トーン、ワントーン上げてたもん。そう？数トーンぐらい上げてたよ。そんな上げてない。上げてる。一息ついたぐらい。いや、同じぐらいのトーン。同じ、一息ちょっと開けて、ぐらい。一息開けて、話した。じゃあ、ちょっと聞いてみましょうよ。じゃあ、チャレンジ。うん、ドキドキしながらさ。いや、まあ、まあ、ロケ、何を。あげてるだろ、と。ああ、調子こえね。乗ってきてるね。腰浮かしてたもん、ね、前のめりになってたね。恥ずかしいわ、声だけでわかるの。乗ったね。乗ったってか、乗るようにしてたね、自分で。自ら乗せたね。ちょっと、もう一回しないか。これは恥ずかしい。うん、ちょっとお願いします。うん。あ、もうドキドキしながらさ。いや、まあ、まあ、ロケ、これは恥ずかしいね。これは申し訳ない。ね、スーって入って、スーって。うん。はい、やったんですよ。ロケ。ニュージーランドね。ニュージーランド。いいです、行きましょうよ、もう。すいませんね、ちょっとね。うん。うん、ね、この、いや、ロケをやってて、んでね、ちょっと最終日早めに終わったんですよ。知らねえよ。いや、聞けよ。早めになんかね、半日ぐらい空いたのよ。うん、昼間ぐらいに終わって、うん、お昼過ぎぐらい、うん。で、どうしましょうかと。うん、ね。うん、何やってんの？何を見るんだよ。何見てんの？ M1。最近見、うん、じゃこれは、うん、M1 見てなかった。見てないじゃない。うんうん、ってことは、そのぐらい忙しくて、うん、テレビは何も見れてないね。じゃあ、M1 以来。ってことだよね。いや、テレビは見てますよ。いや、もちろん、そう。ちょっと待って、うん、M1 見ないで何見てんだよ、テレビ。最近で言うと。最近何見たかな。最近は、ライジン、みたいな。いや、ちょっと待って。いや、お前もうほんと格闘家じゃん、お前。29、2回やったでしょ、29と。うん。いや、やったやった。31。うん。うん。注目してたの？注目してたね。お前もうすぐ見た。いや、すぐ見る M1 もうお前。1日の日のもう朝。いや、お前ダメだ。いや、格闘家だ。ニュージーランド行った。その前に全部見たもん。これはビンダーだな、これ申し訳ないけど。いや、ビンダー。これはバスとして、すいません、ちょっとこれはビンダーです。いや、だから。これはだって、結果知っちゃってるから、結果を知っちゃってるから、やっぱり。競馬みたいに見んなよ、今、まあ。結果知っちゃってる。そう言って、やっぱスポーツだと思ってるから。これはビンダーですよ、バスとして。いや、なんでビンダーはない。いや、なんで勝つ入れないとダメですよ、これは。なんで勝つ何よ、なんでビンタされないっけ。これダメだよ、お前。ん？いい加減しろ。あっ！いい加減しろ、お前は。いや、若林さんね。いや、本当に知ってくれてもよかったのよ。ちょっと、何ビンタを。何言ってんだよ、お前。やめろよ。何言ってんじゃないよ。バレるだろ、お前。いやいや、してくれてよかった。全然もう、頬を、こう、差し出してたし、私も。いや、ビンタしたけど、実際だから。いやいやいや。いや、してくれてよかったんだよ、若林さん。いや、ビンタしたじゃない。いやいや。それやっぱりさ、私も嘘つけないよ。どういうことよ。やっぱりとっさで私も熱っって言ったけど。どういうことよ、それは。いや、ね、うん、私が頬差し出してんのに、若林さんも手でこうさ、意味がわからないよ。うん。言わなきゃバレないだろ。アイドルとかじゃねえんだからさ。言わなきゃバレないだろう。いや、でもこれはやっぱり嘘はつけないよ、私も。うん。なんだよ、お前。トークゾーンで嘘つくくせに、全然、その嘘とはまた別じゃない。
オープニングは嘘つけないの？オープニング嘘つけない。これ自分のトークショーは嘘つけるけど。そりゃそうよ。あれはもう優しい嘘だから。トークゾーンは。ね？叱るべき。必要な。じゃあお前の嘘だ。っていうのちょっと聞いてみよう。石井ちゃんちょっとチャレンジさせてよ。いやいや、うって言わなくてもよかったもんね。だからいやすぐ突っ込め、いや実際殴ってこいと言えばあっていうことは一度いけるかなっていう思いもあったけど、いや一回なんかそっちに乗ったのよ。だからやっぱ嘘はダメだっていうね。うん、ちょっと嘘のうって聞いてみましょう。何よ、なんでビンタされないっけ。俺ダメだよ。うん、いかにしょ、あっ俺、お前だって。いや、これは。完全、密室犯罪を。いやいや、これは。させようとしてるじゃん。まあ、反射でよ、それは。これはもうちょっとその、申し訳ない、その、ね、職業病みたいなところもあんのかな体が反応しちゃっただけで。ちょっと別件になるんだけど、うん、俺が手でこういう風にやった瞬間、うん、お前言ってないか。いやいや、言っちゃないよ。いや、なんか言ってるようなの。いや、言ってはいないよ。せめて本当にビンタされて言ってるとまだわかるよ。いや、わかんねえよ。いやいや、100歩譲ってよ。体にね、そうなんか刺激があるから反応しちゃうっていうのはわかる。いや、ちょっと石井ちゃんもう一回いける。多分言ってたと思うんだよね、俺は。言ってないよ。いや、言って、うん、すいません。ん？大丈夫。あっ！お、言ってないか、これ。言ってない。私、その、果てるときは、あっと言わないもん。お、なんていうの、果てるとき。近い近いだ。いや、うの方だ。近いだ。あだ近いな。近い。ただ、あれで言ってたとしたら、うん、その、思いもやらず言っちゃったパターンの時だ。声だからね。びっくりしてるから。実際はどうやって、どんどんどういう声で行くの？で実際はちゃんと、うん、その階段登っていって果てるから、うん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 、実際は、あれは驚きだからね。あ、じゃあ俺の実際の言ってる時の声聞いてよ。ああ。いや、嘘だろ。何ちょっと後悔してんの。そんなさ。ああ、そんなやついないよ。いや、俺こうでしょ。いやいや、そんなこと。ああ。なんだろう、何に対してなんかちょっと引いてんじゃない。うん、引いてんの。聞いてんのよ、実際。自分に？自分に。え、それ、もう、昔から？昔から、なんか、うん、俺にとってなんか、うんこ漏らしたみたいな感覚なんだよね。ああ。ああ。いや、それはさ、いや、また違うじゃん、うんこ漏らすのと。うんこ漏らすのは、医師と話してるでしょ？お前ちょっとじゃあ、うんこ漏らした時の声、ちょっと一回やってみてよ。ああ。うん、一緒じゃねえかいや、それはそうなるじゃない。お前、それ一緒じゃん。それはそうなるじゃない。お前じゃあ、それ、うん、区別つかないだろう。自分で言ってんのか、うんこ漏らしてんのか。いやいやいや、声で判断するわけじゃねえからさ。どっちかっていうのは体の反応でわかるか、感触で。古いなって言われるかもしれないけど、今の声さ、うん、あの、着メロで販売できないから。古いな。ないよ、着メロなんて。着ボイスで。着ボイスなんてあんのかい。今、LINE とかでしょ。LINE のボイスとかでしょ。あ、そう、ごめん、ごめん。着はないよ、多分。じゃあ、またスタンプ作ってさ。うん。お前がこう、動くスタンプまだ発売してないだろ。お前がこう、声が、声が。お前が言っちゃってるのと、うんこしちゃうと、動くスタンプにして、あって声ができるようにすればいいじゃない。もう、したいね。もう若林さん、その、ああ、もうさ。ああ、俺はこうだ、うん。その3種類。なんか頼んどいて、4つって言って、D、うん、ちゃんに言って、うん。で、まあ来たのよ。うん、私、で、4人ぐらいかな、その、おじさん、うん。配送のおじさん、なんか、大丈夫なのかなっていうぐらい、なんか線の細いさ、うん。でっかい冷蔵庫運ぶのに。はいはい。っていう、まあ4人ぐらいいらして。うん、で、私の家来てさ。うん、とりあえず、測ってみますつって言ってね、うんうん。本当に置けるかつって、うん。で、こうやって測ったら、うん、なんかちょうどね、3ミリぐらい高さ。うん、3センチか、うん。3センチぐらいね、置けなかったんですよ。えー、いや、でもそれは、上に棚があるからね。あー、あの棚が。あなたの、あの棚。え？あなたの？あの棚。いや、言ってるよ。いい、ちょ、チャレンジしていい？あなたのか。あなたの言ってないじゃん。私の話してんだから。あなたの。あの棚よ。あの。あなたのって言った？なんつった？ちょ、一回チャレンジさせて、うん。
いやいや。あー、あの棚が。あなたの。あ、言ってるね、あなたのって。なんかちょっと、なんか片言で。え、愛しのアイリンですか？いや、違いますね。あなたの、急に出てきたよね。いや、アイリンじゃない。アイリンでしょ、今。お前やったな、アイリン。差し込んだな。ぶち込んだんだよ。いや、アイリンじゃない。ババーじゃないのよ。そこだったら、うん、アイリンがスルースできると思って入れたな、うん、これな。いや、覗くな、ババーじゃないのよ。いや、昨日持ってたから、うん。でも今は違うね。うん。グッズで。グッズで飯食いたいなの。遅いのよ。ヒェーマスク遅い。遅いよ。それ出すと、出すのはそれじゃない、そういうんじゃないと思うよ。あ、そう。うん。どういうこと？いや、だからそれこそ本とかさ、まあ、グッズじゃないけどさ。俺が一番出したいのは、ベストの漫才集の DVD。うん、うんうん、もうそれ。それは出したい。言葉に詰まるの、お前、教科書じゃねえかよ、お前。いやいやいや。チャレンジだな、これ、ちょっと。いや、チャレンジ、言葉には詰まってないよ。で、何？そうだなって思っただけよ。グーの根も出ない方じゃん。いや、それ確かにそう。だから、その共感、共感かな、なんか、絶句してたよね。うん、いや、絶句じゃない。聞いてみましょう、驚きじゃない、うん。ベストの漫才集の DVD。うん、あー、もうそれ。ははははは。納得かこれ。これうんうんな、これ納得かこれ。あ、絶句だね。絶句だ。絶句の教科書みたいな資料、資料になっちゃったよ。おお。ちょっとね。これが、うん、ライブライン入れといて日本語。これが絶句ですと驚きのね。人間はこうなりますっていうさ。これコーナーにできんじゃないの、関口の。うんのコーナー。思わず絶句した。そうそう。こと。うん。俺でもね、ちょっとね、うん、本気のお願いがあるんだけど、うん、はい。の、春日は、うん、ちょびひげ生やした方がいい。で、うん、そんな状況なのに、里光が仕事で、うん、遅れると。うん。でも俺たちは俺たちで、2時間しか稽古する時間ないみたいな。うん、でも、里光が到着しないと、このプライドがあるわけですよ。うん、先に、稽古しようかって言いたくないっていう。ほう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 。で、俺の、あの心、ほんと、器はちょっとちっちゃいんだけど、うん、聞いてもらっていい？どういう心の中か、うんうん。そうね。俺の方がお前より漫才上手いのに、うん、なんで俺が稽古するって先に言わなきゃいけねえんだよ。いや、それはさ、それなんなの、それは。絶対に俺の方がうまい。いや、分かってんだよ。もう比べられないって役割が違うから、どっちがうまいじゃなくて、もう実持たれつって大人だからもう完全に分かってんだけど、うん、その時は思っちゃうの。俺の方がうまいのね。ちょ、言い方こうだな。私の方がうまいの。なんでおめえんだ。なんで私が言わなきゃいけないのよ。もう、ヒステリーみたいな。そうそう。もう、っていうおめえの中なの。春日はさ、あれ言わないじゃん、自分からやりますかって、うんうん。あれはどういう心の中なの？あれは、うん、まあまあ単純によ。うん、リアルに言うと、うん、ほら、なんかやってんだろうなと思う、若林さんが。そのネタの調整みたいなやつを。ああ。なんかこう変えたりとかしてるから、うん、いやタイミングで。かぶせろよ、もう何真面目に答えてんだよ。いや、それリアルに言うと。いや、かぶせろよ。うん。おねえ口をじゃあ。いやいや、そのね。うん。うん。いや、ちょっと待って、今、うん、いやいやいやっていうの、マジ超怖かった、今。マジで、ぶち切れられ、ちょっといい？チャレンジしていい？いや、切れるわけ。あ、切れちゃってさ、今の、いやいやいやは、今のいやいやいやは切れちゃって。確かに、客観的にこれ、リトルトゥースみんな震えてるよ。いや、切れてるわけないじゃん、そんなこんなに。いや、リトルトゥースみんなね、これ、家で震えてるわ。なるほど。もう、ぶん殴られると思ったもん。うん、ちょ、警備員さん来てほしいな、ちょっと。もう、迫られてると。怖い怖い怖い。ちょ、日比谷警察、被害届出そうかな。いや、なんでだよ、まだ。いや、ちょっと、うん、石井ちゃん、ちょっとチャレンジさせて、今、切れちゃってたかどうか。切れちゃないでしょ、別に。あ、うん、ちょっと、聞いてみよう、ちょっと。うん。ああ。なんかこう、変えたりとかしてるから、いや、タイミング。かぶせろよ、もう何真面目に答えてんだよ。いや、それリアルに言うと。いや、かぶせろよ。うん。おねえ口をじゃあ。いやいやそのね。うん。あ、こわっ、ちょっと待って、今、うん、いやいやいやっていうの、マジ、超。今の、いやいやいやだ。
はい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 。切れてたね。切れてたね。そうでしょ。聞き直すとちょっとそうだ、リアルに、静かなやつね、静かな切れるやつね。うん、その後喋んなくなっちゃうやつの切れ。基本的に、俺らの年で静かに切れるって本当に切れてる時だから。俺らの年で大声で切れないから、いや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 、あの、そうだね、俺たち大人の切れ方って、いや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 、だから。ね、いいそうだね。あの、いやいやいやの方、うん、今の聞いたね。なるほどね、なるほどね。うんうん、もう一回ちょっと聞いて、マジで、いやいやいやのあのね、うん、俺の二発目のやつ、一、うん、発目も切れちゃってるけどね、うん、厳密に言うと。じゃあ聞いてみましょう。リアルに言うと。いや、かぶせろよ。うん、おねくしようよ。いやいや、そのね。うん。うん、いや、ちょっと待って、今、うん、いやいやいやっていうの、ほら、これ切れてたよね。切れてたね。切れてたね。恥ずかしいね。いや、こんなみんな月金仕事来て、土曜の夜に切れちゃってんの聞いたから、ほんとに。やってらんないよね、こんなラジオ。こなんだよ、ちょっと待てよ、女。うん、これ申し訳ない、ね。いや、怖いよ、こんな口調で言っちゃったら。あ、盛り上げていきたいって気持ちはあってね、うん、あのラジオからそういうね、うん、いろんな人を巻き込んでね、うん、まあ、だからこう全員、こういう名前がマギラインで上がった人全員がね、うん、今度スペシャルウィーク来ると思いますけれども。いや、番組終わっちゃうよ。そんな全員呼んだら。どういう意味で終わんのよ。いや、そう、お金が大丈夫、お金がだって。いや、俺じゃあショックよ。ショック。これショック。何がショックよ。いや、お前がね、うん、その、この番組日本放送だね、タイ、うん。お金がないって言っちゃってるっていうのは、ほんと俺は止めたい、この暴走機関車。いや、だってないだろうよ。これはね、ほんと危険ネズミ。これ危険ネズミですよ、これは。もうネズミで行くのね。うん。もうじゃあいいでしょ。いや、そんなお金がない、このオールナイトニッポン、これ、ね、これ、たけしさん、タモリさんね、すごい人たちがね、やってきた、うん、ね、うん、いや、歴史のある。オールナイトニッポンですよ。そうよ、それは分かってるよ。ね、うん、と、たけしさん、タモリさん、AKB、ほんと、そうそうたるメンバーがやってきた、うん、この、急に飛んだけどね。このラジオでね。うん、タモリさん、あと、だいぶ飛んだけどな。お前がね、その、お金がないって言っちゃってんのよ。お金がないよ。うん。いや、その映画のタイトル言わなくてもよくて、ね。お金がない。うん。これは、大事ね、俺は、あると思う。俺はあると思う。うん、この番組、オールナイトニッポンにこのメンバー全員、石原さとみさん、マリちゃん、呼べるわけないだろ。千秋さん、おのののか、誰のがえ、口闇、うん。まあちょっとね、はるかクリスティーン呼べるお金はないと思いますけど。なんで、あの、いや、安いだろう。絶対そんなかで言ったら。安い方だよ、はるかクリスティーンは。いや、まあやめとけよ、お前。絶対。お前どうしちゃったんだよ。いやいや。なんか、あの、俺とか大輔に不満があるのかな、だからそんな、なんか危険ネズミやってんのか。いやいやいや、そうやってもうやらされてる部分もありますけど、若林さんにね。どうじゃ、うん、お前、それずるいよ、俺にやらされてるなんて。いや、そんな俺は決めてんだぞ。だって、市原さとみさんとか。やるか、お前。うん、やった、表出るやん、この野郎。出ろやえ、表。表出ろや。ちょっと一回チャレンジさせてください、表出ろや。いや、何チャレンジすることある？もう人の名前言っちゃってんのよ。いやいや表出るやっていう。その、なんか人の、誰なんだっていう人の名前言っちゃってんのよ。出るやなんて言うわけない。表出るやで、今みたいなかましはね、絶対噛んじゃダメ。うん、いや、もうちょっと、言ってるよ。うん。表出るやって言ってるよ。芸名言ったよね、自分の。芸名新しい解明する名前を言ったよね、新しく解明する。急に自己紹介しないだろ、このタイミングで。じゃあ自己紹介だったら解明だからな、表出るやに。ああ、いいですよ。じゃあ、ちょっと聞いてみましょう。表出るやに言ってるもん。聞いてみましょう。うん、それでもやらされてる部分もありますけど、若林さんにね。どうじゃ、お前、それずるいよ、俺にやらされてるなんて。いや、そんなに。俺決めてんだぞ。だって、市原さとみさんとか。やるか、お前。うん、やった、表出るやん、ごめん。いやー、まあ、解明です、表出るやに。自己紹介してたら。表出るやだ、ごめん、間違えた、インドネーション。表出るやに、これ解明です、これは。表出るやだなぁ。いきなり自己紹介して、表出るやに解明です。突然の自己紹介だったな。いいですね。表は漢字で、出るやはカタカナでいいですね。表出るや。なんで急に解明すんのよ、このタイミングで表出るやに。いや、自分としてはわからんね。うん、お前が表出るやに解明したら、俺が裏出ないになりますからね。
表裏っていうコンビの、ほんとシュールコントをやるようなコンビ名になっちゃってますよ。暗めの照明でシュールコント、白馬に乗って、表裏っていうコンビになっちゃいますよ、これ。そうだな。なんでこのタイミングで俺とお前が表裏に、表出るやと、裏出ないの、コンビに出なきゃいけないんだよ。なんかその刺激しないでしょ。結構スペシャルウィークのね、数字の内訳を調べたらね、北欧のリスナーが多いっていうことが分かったんで、ちょっとどうやって聞いてんだよ。その非リアルタイムで、どうやって出してんのよ、その数字を、聴取率を。お前なんかこのラジオだけがお前フルスロットルで突っ込めるから、お前調子こいてんじゃねえぞ。いや、そんなつもりで乗せない。よーし、今日は突っ込むぞーと思って、それまくってないの、別に。普段突っ込まれてバカだから、お前。日曜日から金曜日まで。土曜の夜だけは、お前、つって。いや、そんなつもりもないけどさ。普通に疑問なことをね、若林さんに投げかけてるだけで。気持ちとしては、第五風に言ったらどんな気持ちなのよ。それ教えてよ。第五風に言ったら、何、その望む気持ち、今言っちゃう、今の俺の言動に対する気持ちを第五風に言ったらどんな感じなのよ。GMU だね。GMU ね。いやでもしかしね、海外旅行で。内訳聞けよ。ね、それ横綱審議委員会の人言ったんですか今。いやいや、内館さんじゃないのよ。内館巻こうって今。いや、急におかしい、内館さんの話。朝白の話もしてないし、ね。内訳聞けよね。内訳って、それルールじゃん。振ったら、で、アルファベット出てきました。内館巻こうって言わなかった。言わないよ、急に。チャレンジしていいですか、ちょっと。いや、してもらっても構わんや、今回は。いや、内館巻子って絶対言ってたんですよ。言ってるわけないじゃん。内訳聞けよとは絶対言ってないし。言ってるわけないじゃない。いける？じゃあ聞いてみましょう。いや、でもしかしね、海外旅行で。内訳聞けよ。あ、すいません、内訳聞けよ。そうですね。うん。タイムアウト一つ。思考は無理になりますよ。試合終盤。いや、内訳聞いてもらう前もいいけどさ、別に。まあ、海外といえばね。聞かないんだね、前。こう、若いね。こう、挨拶しに来てくれんのよ、学園。したら俺なんか、ありがとうございます。すいませんね、挨拶来てもらって。もう大丈夫ですからね。よろしくお願いします。失礼なこと言っちゃうかもしれませんけど、すいません、それは。すいません、お願いしますっていう感じだけど。嘘を濃くない。なかなかと嘘を濃くんじゃないよ。その若い後輩が来てそんなに喋る。わけじゃないじゃない。いや、まあまあね。まあ、それで俺、そんな感じだけど。いや、嘘って言うなって書くなよ、その Q シートに。言うなよ。書いて文字で知らせてくるんじゃないよ。卑怯者だね、卑怯者。嘘じゃないかよ、そんな。卑怯者歌ってよ、じゃあ、近藤正彦さんのリズムでさ。卑怯者歌ってよ、じゃあ。卑怯者よ。ちょっとさ、今一回チャレンジしたいんだけど。何よ。卑怯者歌ってって言った時に、もう、愚か者の替え歌だなって一発で気づいたのに、一生わかんないふりしたいでしょ。卑怯者って。いや、まあ、そう言ったよ。なんでわかんないふりすんのよ。いやいやいや。いや、それやるのっていうさ。あ、やるのって意味ね。知らないふりしたんじゃないね。まあ、知らないふりではないけどね。知らないふりに聞こえるから、ちょっと聞いてみる。知らないふりに聞こえるから。卑怯者歌ってよ、じゃあ、近藤正彦さんのリズムでさ、卑怯者歌ってよ、じゃあ。ひー一回知らないふりしてるでしょ。これは恥ずかしい。ちょっと下げたな、一回な。それが卑怯者よ、ほんと。あれが卑怯者よ。そうだね。がっぷり寄せなかったな。恥ずかしいね。勘弁してずるいよ。ああ、恥ずかしいね。この間ほら、タモリクラブの、収録あったけど、タモリさんとかと会うときって未だに思わない？タモリさんと共演するんだって、やっぱ一回一回タモリクラブって思わない？いや、思うよ。所沢のさ、ね、平屋に住んでた、平屋っていうか、ではない、ね、地区、
80年ぐらいでしょ、あれ。いや、そんなこと、そんなことない。あの、2階のさ、いや、私が。ジュディ&マリーのアルバムを飾ってた。毎週言ってんな。そういう、いや、毎週言ってない。ちょっと、毎週言ってないよ。いや、ここまで。皆さんちょっと全部毎週聞き直して。いや、めんどくせえだろうよ。毎週は言ってないよ。いやいや、毎週って、先週は確実に言ってるよ。その前かなんかも言ってる。先週は言ってません。じゃあ、チャレンジさせてください、先週の放送。いや、大変だろう。先週とか見つけるの。で、カスヤさんが笑うコーナーを作りたいって会議でなったのは、俺は聞いてたんだけど、さっき、なんかいろんな道筋があって、カスガは本当にネタメールに、本当に笑わないっていう話、ね。めっちゃ厳しいと。あ、そう。で、なんか笑わないなら笑わないで、こうこうこういうことだろうねって足すみたいな。うん、ちょっと今チャレンジしてもらったら、例えばグッドのコーナーでね、いくつか出てくると思うんですけど、カスガがどういうリアクションしてるかっていうのは、チャレンジして聞いてみます、自分がどんなリアクションしてるか。いやいや、笑ったりする、笑ったりするよ、全部が全部じゃない。言ってないね、時がある。で、カスガさんが笑うのは人の恥ずかしい部分か、自分のことだっていう会議になったんですって。なるほど、確かにそうだね。やってんだ、だから付け焼き場も会議を、なんかね、月曜とかに。あ、そう。うん。噛み合いになるって、やっぱこのラジオよくしたくて。あ、そんなに熱い会議を？うん、めちゃくちゃ言い合いになってるって、やっぱり、聖堂さんとヒロシが。いやいや、ヒロシは全然治ってねえじゃねえか、あれ。ヒロシが聖堂さんより笑い分かってる。いや、本当に。余生よ。で、聖堂さんも聖堂さんで、うん、バカなことを言うな！いやいや、で、掴み合いしてる。いや、そう、見てらんないじゃん、そんなの。え？ダメだよ、そこ二人争っしゃ。他、周りが良くないよ、それ。いや、そうそう。ヒロシを止めなきゃダメだろ。で、なんか、それで、カスガさん、そういうとこあるから、っていう。今、あ、なるほど。出る？例えば、ハガキのコーナーの、うん。出なかったらいいんだけど。うん。あ、ちょっと聞いてみて、カスガさん、自分で、どんな感じと。うん。もし出たら、うん、ラジオネーム、カズヒラミラー。うん、最近のワイドショーに、ガー次の番組とのクロストーク。はあ、なるほど。あるよね。これ。あるね。あれってさ、望んでる人じゃん。これは、一見ね、私が望んでる人いるかなっていうのを、喋り始めてるように聞こえるじゃないですか、一見。はいはいはい、一丁っていうのかな、そういう場合。うん、まあ、一見いいわからね。うん、俺の喋んないと、滑るぞって思ってやばいと思って。なんか言わなきゃって。あ、出してきてくれたのね。はあ、あれは仲間嫌いじゃないよね。いやいや、モノマネしてないよ。このタイミングで。なるほどなるほど。確かにそうだな。これもし、オードリー。オールナイトニッポン。ラジオチャリティーミュージックソンスペシャル。スペシャルだから、ラジオチャリティじゃないんだよ。ラジオチャリティミュージックソンスペシャルじゃない。ラジオチャリティミュージックソンスペシャルでいいでしょ。ラジオチャリティ。あ、すいません、ちょっとリスナーの皆さん、今ちょっとがなりで揉めてて。よくないよ、こんな。ちょっと恥ずかしいね。じゃ早速ちょっとチャレンジしてみたいと思いますけどもね。いや、私は正しいと思うよ。ラジオチャリティの方が合ってるから。いや、私よ、絶対。いける？ラジオチャリティミュージックソンスペシャル。こっちは正しい。うん、聞いてみよう、ちょっと。オードリーの。オールナイトニッポン。ラジオチャリティミュージックソンスペシャル。あれ、これ。ハモってるよね。なんか結果良かったかもしれない、これね。新しい形が。けど、その、嫌な気持ちはもうしないじゃない。しない。嬉しいけど、それで、上がるわけじゃないっていう感謝のね。うん。度合いが。お前、今度2月9日誕生日だけど、うん、めちゃくちゃサプライズしてやろうか、お前に。なんで予告サプライズ。サプライズだねえじゃねえか、そしたら。忘れるだろ、だって今日1月何日でしょ。まあ忘れるね、1ヶ月後だな。1ヶ月後だから、お前にめちゃくちゃサプライズ仕掛けてやろうか。何曜日 ?2 月9日。何曜日なんだ？とかだ。ああ、木曜だね、中途半端だな。うん。もうフラッシュモブみたいのみんなでやってようか、お前。いやいや。フラッシュモブやられて、やられるのと、おめでとうって、うん、まあなんか NFL とかのグッズをプレゼントされるの、うん、どっちが嬉しい、
フラッシュモブみんなでガッて踊られるのと目の前で。あー、フラッシュモブかな。そうなってくると。あれさ。あれはもう面白い、あれ面白いじゃん。あれのこと面白いじゃん。あれは面白い。あれ何なんだよ、アメリカとかのニュースキャスターが本番中プロポーズするやつ。あるよね。あれなんだあれ。あれなんだろうね。あれ、あれさ、あれ何なんだろう。そ、こんな話、誰にも響く。今これ、若いリスナー、うん、まあ、俺たちのね、リスナーって10代一番多いけど、なことはねえだ。10代ポカンですよ。アメリカのニュースキャスターの。なんであのプロポーズって俺言ってて。なるほどね。なんであれハッピーじゃん。見てる方もさ、やる方もさ、って感じで聞いてますよ。そ、そんな、うん、あれもう、30代後半から40代のおばさんだけ、うん、赤ちゃんわかるよって思ってるね。ああ、なるほど。同世代。うん、同世代から上だね。同世代から上。ああ。お前も、そういうこと、やったりすんのか、うんうん、そのうち。まあね、サプライズ、サプライズみたいなこと？んな、なんかさ、ん？なんかサフランって。いや、サフランライスの話はしてないでしょ。サフランライスって。サフランライスの話はしてないでしょうよ。カレー食うんじゃねえんだから、今からさ。いい？チャレンジしていい？サフランライスって言ったんだよ。サフランライスなんて言ってないよ。こと、やったりすんのか、そのうち。まあね、サプライズ、サプライズみたいな。こんなことあって、もう。言ったね、サフランライス。ねえ、もう嫌になっちゃうね、ほんとにね。黄色めの飯なんで頼んだのよ。干しぶどう持ってるわ、干しぶどうだよ。くそ。お前何年チャレンジされんだよ。悔しい。若林さんないよね、こういうことかな、そういえば。まあね、チャレンジ。何なんだろうな。まあまあまあ。じゃないの。いや、なんかね、朝ね、ヒルナンデスとか、NFL クラブの時とか、なんかね、メイク室全体を回してんのよ、春日が。これなんか、なんか広さにして、何畳ぐらいなのかな ?15 畳ぐらいかな、うん、なんか、で、なんかね。いろんな、ね、何を見たの、ちょっと、男の子。二人がかりで、やってくださいが口癖なのね、メイクが始まる前に。私の？そうそうそう、メイクが。それもないけどね。うん。で、なんかね、なんか皆さん、お正月どこ行ったんすかみたいな。そんな広く喋るわけねえだろ、メイク室で。そんな全体的に喋るわけ、そんなやついないだろ。で、俺なんか結構冷やして。そんなもん、あやめくんでもやんないよ。いや、ほんとなんかね、うん、綱渡りだぞって思ってんのよ。なんかその、盛り上げようって気持ちわかる、メイク室全体を。いや、そんな気持ちない。でもなんかその、うるさい人だなってなっちゃうゾーンに入っちゃってるよ、あれは。いや、なんだったら喋んなよ、メイク室で。でも私もねー、みたいな。うん、私もねー、セブ島行きましたよねー、みたいな。で、なんか、で、あの、いやらしいのが聞いてたらさ、セブ島の話するくせにさ、フィリピンのキャバクラ行った話は、ね、抜いて喋ってんの、メイクさん。かっこつけてんだよね。ヘドが出るよ。いやいや、誰と間違えてんのよ。なんだよ、メイクさんとは喋んないよ。喋るよ。え、付き合ってない？ないよ。あるわけないじゃない、そんなもんね。まあ、よくお会いね、いろいろお世話になってるけども。いや、結構怪しいなと思ってんだよね、俺。そういう姿も見たし。どう、何を見たの？いや、なんかあの、メイクの最後ってなんか、あれ、なんつうの？なんか粉のやつ。あれ、なんていうの？粉。粉あるよね、粉。なんか、顔に塗ってから粉みたいな、ね。最後粉で抑えるやつ。丸いスポンジみたいなやつでね。パウダー、パウダー。パウダー。パウダーよ。パウダー。パウダーでいいんだな、あれな。あれをこう、パン、ポンポンポンってこう、メイクさんがね、こう、顔に叩くのよ、最後。メイク終わって、ポン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 とチュッていうか、キスしたんだよね、カズが。するわけないだろ。するわけないだろ。なんかバレないようにメイクさんもポン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 の流れで、ポンポンポン、チュッポン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 、チュッポンポンポン、チュッポンポンポン、チュッ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 ポン、チュッ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 ポン、チュッ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 チュいや、もうくだらないからさ。いや、本当に何言ってんだよっていう。ダンディーなのよ。声が渋い。渋ツッコミ皆さん聞いてください。これです。当たる。チュッチュッポン、チュッ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 ポン、チュッチュッポン。いや、チュの方が多いじゃないかよ、それ。渋いでしょ？あ、チュの方が多いじゃないかよ、それ。いや、おじさん、ただのおじさんだったよ。もう、中尾さんと江守徹。
いやー、いよいよね、オールナイトニッポンも50周年ですけどもね、本当にその中で、オールナイトニッポン土曜日が担当できているっていうのは本当嬉しい話ですけども、まあまあまあ、その、もしなんかそういうイベントとかあったらね、参加したいなーなんて、どういうことに参加したいかですか？そうですね。なんかまた前みたいにね、日比谷の公園でなんかできた。あ、そうです、そうです。そうそう、何してんのよ。説明をしてくれよ。何をしているんだよ。誰を喋ってんの？何をしてんだよって、オールナイトをしてんだよ。いや、急にさ、嘘つき始めてさ、ずーっと嘘ついてたね、今だって。別にインタビューで何の声も入ってないのにさ、石井ちゃんの声入ってないのに、入ってるみたいなふりして。10時ぐらいにや、一、人でやってる人のラジオの真似をしてた。ほら、やっぱりさ。ほら、やっぱりってなんだよ。ほら、やっぱり。ちょっとすいません、ほら、やっぱり、ちょっといいチャレンジしてさせてもらっていいですか。いや、何のチャレンジなのよ。ちょっとね、おじさんっぽかったのよ。ほら、やっぱりの言い方が、それだけちょっとチャレンジ。おじさんっぽくないだろ。おじさんツッコミについになっちゃってのよ。ツッコミに白髪が生えてたのよ。ちょっとそれいいですか、ちょっと聞いて。いでやってる人のラジオの真似をしてた。ほら、やっぱりさ。ね、ちょっとなんか、巨船さんみたいなツッコミに、ほら、やっぱり、みたいになってたでしょ。ああ、完全に椅子に深く座ってるよね。全然こう、言ってないね。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、カスミ。よろしくお願いします。一つよしな。まあ、前回は、春日さんがフィリピンにロケに行ってて、うん。どんな感じでした、フィリピンのロケは。ああ、まあ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 、島に行ってたんですけどね。うん、まあ。詳しくはちょっと言えないんですけど。おね飲んで。うん、まあまあ、その、放送のこともありますし。はい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 。まあまあ、後々のそのトーク的な。ああ、トークが今回フィリピンパブだ、じゃあ、本場の。フィリピンパブでは、フィリピンパブ行けなかったのよ。あ、行けなかったの。なんか、その、リゾート地みたいなところでさ。はい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 。結構その、ヨーロッパとか西洋の方が来るのね。ああ、フィリピンの。そうそうそう。いろんな島あるじゃない。はい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 、はい。セブ島の近くのなんか、そういう、おしゃれなというかね。はいはいはい、はい。リゾート土地でね、聞いたらね、そういう店が、まあ、あるにはあるんだけど、うん、その泊まってるホテルから、うん、車で6時間ぐらいかけたところに。車で6時間ってそんなフィリピンパブに行く距離じゃないじゃん。じゃないよ。それはダメですね。それはダメですよ。そう、楽しみに夜旅を持ってったのにね。うん、接客さんって言ってね、フィリピンパブだから。いやいや、言ってせっかくさよ。もうパブに引きずられちゃう。接客を接客さなんて言うわけない。チャレンジさせてよ。いやいや、早いよ。いや、フィリピンパブに持ってかれてたね、脳みそ今。いや、そう、言ってるわけないじゃん。いや、絶対接客さ、うん。やってみろ、やってみろ、いいよ、チャレンジしてみろ。いける、うん、絶対。うん。言ってない。いや、せっかくだ。ね、俺、このオープニングから嫌だよ、こんな噛んだとこなんて、ヒロ。いや、私だって嫌だよ、それ。俺だって嫌だよ。フィリピンパブに行く距離じゃないじゃん。じゃないよ。それはダメですね。それはダメだよ。そう。ねえ、ほら、引っ張られてんね、フィリピンパブ。いや、もうほんと脳とさ、もう体がさ、もう、バランスがもう、もう、悪くなってんだろうね。満室になっちゃってんね、フィリピンパブで脳の中が。いや、本当は行けなかった、ストレスが。なんか最近なんか地上波の方でも、うん、春日のフィリピンパブ好きっていうのはだんだん市民権得てきたよな。ちょくちょく出てくる。なんかあの AKB の子とかも、うんうん、なんか恋愛禁止だから、うん、春日さんみたいに、うん、狙ってる人がいるって言えばいいのにね、みんな。狙い合ってる人がいるって言えばみんな別に。確かにそうだね。そんなんじゃアイドルはすまねえだろって話になったんだけど、狙ってるって言い方いいよねみたいな。だって、付き合ってんだもん、カズガって。いやいやいや、全然まだまだ、まだその段階じゃないわ。いや、だって、うん、旅行とか したことあるでしょ。あるあるよ。で、うん、一夜も共にした話してたじゃん。もちろんもちろん。付き合ってはいないの、うん、いやいや、その、まあ、狙ってんのよ。どうにかなんねえかなと思ってるよ。どうにかなってんじゃねえか。向こうはどう思ってんのかな。いつかどうにかなんねえかなと思ってる。で、春日の彼女に聞いたらなんて言うのかな、うんうん、いや、向こうだって狙ってるって言うんじゃない
まあ、それまだ正式にはチャレンジしてほしいけども、私なんか春日の彼女に聞いたらっていうのそのままもう受け入れて答え、うん、いやいやいや、ちょっとチャレンジちょうだいよ。いやいや、そうだ、彼女を認めたっていう、認めてる間。そんな若林さん言ってない。彼女を認めてる間だから、今のは。いやいや、ちょっと聞いてみて、ちょっと。うん。向こうはどう思ってんのかな、いつかどうにかなんねえかなと思って。春日の彼女に聞いたらなんて言うのかな、うん、いや、向こうだって狙ってる。そうだね。通ってったね。彼女じゃないからっていう、うん。フィルターを通ってったね、彼に。なんか、うん、女を見たいから電車で通勤してるって言ってたじゃん。俺はその子結構名言なんだけど、うん、俺なんか。そこまでに留めといてくれよ、だから。目でどうにかしたいっていうところ。実際そうなの？でも。実際そうだよ。で本当はタクシーとか、うん、自分の車買ったりしないのは、うん、その、女の人を見てから、うん、仕事入りたい。だからそれだけじゃないか、ね。お前さ、なんかさ、ちょっと、待てよ、お前なんか、ね、なんかクイックジャパンのインタビュー答えるみたいな喋り方すんなよ、お前。いや、してないだろ。今俺が、ってことだなって、うん、だからって、ちょっと、今ちょっと、あれ。してないだろ、そうみんな。チャレンジして、ちょっと、そんな調子こいてないよ。クイックジャパンのインタビューの、うん、感じで喋ってる。いやいやいや、そんなことない、そんなことない。来るわけ深夜ラジオのテンションで喋ってる。クイックジャパンのインタビューなんて、お前に、金輪際。それはわかんないだろ。車買ったりしないのは、うんうん、その、女の人を見てから、うんうん、仕事入りたい。だからその、生意気だねうーん、生意気だね。中古していろんなパターンを想定して、で、まあ、本番に、収録にね、まあ、臨んだわけですよ。で、何時何時にね、うん、ちょっと早めに入ろうなんて言って。かわいいね。かわいいだろう。二人とも。二人ともな。うん。ちょっといいね、収録入り時間このぐらいの時間だけども、うん、もうちょっと早めに入って、うん、またちょっと当日のね、また打ち合わせをしようと。かわいい。かわいいでしょ。で、入ってた。まあ、その会話なかったけどね。なんちゅうことを言うんだよ。なんちゅうことを言うんだ。で、入ったら、その、なかなかパラダイスが来ないんですよ、P が。なんつった今。パラダイス、P が。なかなかパラダイス。なかなかパラダイス？いや、なかなか来ないのよ。ああ、なかなかパラダイスって言ってた。なかなかパラダイスが来ない。いや、マジで一発目そう言ってたんだって、なかなかパラダイス。なかなかそのスタジオに来ないっていうのを、その中川パラダイスとかけてるわけじゃないんだよ。かけてたよね、今。なかなか、この間が空いたから、なかなか、いや、パラダイスでは来ないのよ。いや、変えてたの、芸名を。いや、変えてないよ。聞いてみ、間上げるな、チャレンジするから。なんちゅうこと言うんだ。で、入ったら、その、なかなかパラダイスでは来ない。ほら芸名が出てるよ。これは恥ずかしいね。完全に中川パラダイスってスピードで言ってるもんね。なかなか、中川パラダイスが来ないことをなかなかパラダイスっていうのね。ああ、なってたね。なってた、なってた。うん。まあ、そこが来なくて。でも、可愛いね、二人は、本当に。うん、ありがとうね。うん。で、さあ、もう、本番のその収録、20分前ぐらいに来たのよ。うん。ね。うん。で、まあ、聞いたらなんか、その、道が混んでたみたいな。うん。その生意気にもその、さあ、タクシーで来てさ、その日に限って。うん、ね、うん、その、むちゃくちゃ遅れてきたからさ、初めて、その、パラダイス。パラダイスが最近スイッチ買ったの、ニンテンドースイッチを、うんうん。で、マリオカート買ったっていうか、マリオカート二人でやるっていうのが、うんうん、まあ、流行ってるんですよ。うんうん、で、それ持ってきてもらって、例えば、居酒屋さんでやったりだとか、うん、なんかその、バーでやったりとかね、うん、もうやれるような環境を、まあ、探してやってるみたいな。うん、で、よく行くのが、うん、安いね、高円寺の、中華料理屋さんなのよ。うん、で、まあ、行って、そこはその、何、もうお酒も安いしさ、うん、そう居心地もいいから、うん、まあ、よく行くんだけど、うん、で、この間行ったのね、うんで、そこそこ混んでる店なんですよ。うん、で、私が入った時はそんなに混んでなくて、パッとこうカウンター中かね、横並びの席の一番端で。うん。カウンター。うん。カウンター。カウンターというかもう横並びの席ですよ。ああ。うん。何カウンター中かって言ってたから、その、うん。仕掛けたんじゃないよ、ね。仕掛けてないよ、今の。ハプニング。もう一回聞いてもいいって、ちょっとそんなこと言ってないじゃん。カウンターというか、
というかって言ってたかな。チャレンジしてる。カウンターというか横並びの。そして引っ掛けたのかなと思って、そのマリオカートのバナナみたいな感じで置いてったって。ちょっと一回チャレンジしてる。いや、カウンターというかって言ってるよ。店なんですよ。うん、でも私が入った時はそんなに混んでなくて、やっぱとこカウンター中かね。やっぱ引っ張られてたね。ああ、そうだね。くるくる回っちゃったのかな。自分のバナナで。思いっきりなんだね。俺、お前、その、まあ、一人増やしてるにしよう。二人には声かけられてるわけじゃん。三年間で。まあ、三人。え、三人とも電話かかってきたの？いやいやいや、三人ともじゃないですよ。うん、あの、0429、うん、あの、まあ、家のね。うん。うん、もう、やるとけ。実家のやつだからな。うん、実家はね、ちょっとね。実家は結構怒るんだね。そらそうでしょうよ、実家は。うん、うん、私以外のね、うん、うん、人が住んでるわけだから。ごめんごめん、それは確かにそうだ、ね、うん、そうでしょ、うん、うん。で、一人は、普通にその駅着いた時に、うん、うん、ちょっと声かけられてね。それ何、うん、え、どこの駅それ、うん、下行くさよ。え、じゃあ学校、登校するとき登校して、だから駅降りて、その改札出た。いや、なんかあんなさ、スタンスにさ、入ってるさ。ちょっと待って、俺さ、すごい前から言いたいことあるんだけど、もう一回さ、お前自分のことだとすげえ笑うよな。ちょっと、今のスタンス見せて笑うとこじゃないのちょっと聞いてみ、ちょっとチャレンジするから。お前自分で恥ずかしい、どんぐらい自分が笑ってるか分かんないだろ。いや、そんな笑ってないですよ、普通じゃん。笑った笑った。いや、スタンスミスであんな笑わないで聞、うん、聞こう、ちょっと。そこまでじゃないでしょ。登校するとき？登校して、だから駅降りて、その改札出た。いや、なんかあんなさ、スタンスミス入ってるさ。こんなにさ、自分の靴のさ、名称言われただけでこんな、お前自分のこと好きだな。やっぱその、それやっぱあるあるだからね。それあるあるで笑ってみたらもういいよ。そうだったな、とか。でもわかるわかる。あるある。他のあるあるはお前そんな笑わないよ。まあそうだ、そうだね。お前グッドのコーナーでもあんぐらい笑えよ。みんな笑ってるつもりだけどね。いや、じゃあ、それで、うん、こいつね、うましって言うじゃん。うん、食リポの時、うん。で、春日が本当に美味しい時ってうましって言わないんですよ。で、それをね、俺、この間、ヒルナンデスのロケ中に行って、春日が本当にうまい時ってこう言うんですよ、つって、うまい、うまいねーって、うまいとうまいねーを言うんだって言ったらさ、爆笑してんの、一人。ヒルナンデス他のメンバーいんのに、重森ちゃんとか松本明子さんいんのに、あはははつって、自分あるあるですげえ笑う。で、春日あるあるよ、俺。でも、めっちゃ笑わすことできるもん、お前のこと。あ、それはもう耐えられないかもしれないね。お前さ、自分のこと好きなんだよ。俺、若林あるあるって笑わないもん、そんな。あ、そう？うん。あ、そう？うん。あー、きいや、なんかね、あと、その、太田さんとのね、うん、絡みも毎年楽しみですけど、俺、うん、オリラジの藤森くんの絡みも、あんま合わないからさ、うん、で、藤森くんがね、うん、だんだんなんか大人になっていっちゃってんだよね、最近。ああ、と言いますと？いや、なんかね、うん、いいとも一緒の時とかね、うん、なんか、若さんとか言って、ああ、はいはいはい、はい。先輩なのに、うん、俺がちょっと、あ、ちょっとでもねえか。うんうん、先輩なんだけど、肩組んできたり、うんうんうん、股間をね、わーかーって揉みしだいできたり、胸を後ろから揉んできたりとかいう、そういうやりとりが、福田さんの前でね、スタイリストのあったわけよ。はいはいはい、ああ、そういうイメージは確かにあるね。人、ここ1年、2年ぐらい、なんか、あ、若林さん、おはようございます、みたいな感じになんかなっちゃってんのよ。それはそう、コントじゃなくて？コントじゃないのよ。え、なんかゴルフ行きましょうよ、みたいになってんのよ。なるほどね。若さん、なんか見ないでしょ、最近、チャラい藤森。見ない。ん？見ない。今なんか違うひらがな入ったよね。ちょっと一回すいや、入った。見ない。見ないでしょ。見ないって言った。見ない。見ないか。見ないでしょって言われたから、ちょっと一回考えて、自分の中で、うん、あ、そう。ああ、ああ、で、自分の中のね、藤森くんのイメージ、最近の。はいはい。私と接する。ひらがなは言ってない、うん。言ってない。見ないで聞かれたのは見ないで返した。見ない。見かな。ちょっといいチャレンジさせてもらうけど。ちょっと間があったのは認めるよ。考えるし。間があっただけね、じゃあね。うん。見ないでしょ、最近、チャラい藤森。ね、見ない。なんだこいつ。見ないって気持ち悪い。やっぱ、言ってたよね。言ってたね。何の見だよ。なんで一回打ったんだ、見を。
なんか不思議なんだけど、うん、なんでホームのラジオで噛むのよ。どっからなんか緊張してんだろうね。まだ。別のこと考えながら話してんのかな。だから今でも、いや、そんなことないと思うよ。なんかこう、考えてんの、なんかこう、先々のこととか、例えば1時8分だけど、1時20分でこういう感じでいこうかな、みたいなこと考えながら喋ってるから。そんなわけないだろ。そんなわけないだろ、もおかしいけどな。考えるわけないだろ、そんな。1時を先だって分からしねえよ。こっちは。ああ、一寸先は。一寸先はよ、ほんとに。ああ、ほんとに。5時半じゃ早い方だよ。早い？何時なの？中3でも5時半は早いし、部活やったりしたら。早いか。そんな厳しくしないよ。門限早い。門限早いですよ。塾とかもあるだろうしさ。ああ。うん。何時、門限？9時。9時だな。うん、なんかお前、うん、変なこと言えよ。いや、聞かれたから。だいたい9時ぐらい。見送っちゃったよ、ストレートすぎて。見逃し三振。振りなさい、振りなさいよ。9時ね。9時だな。じゃあ、10時に帰ってきました、娘が。うん。ちょっと、叱ってみる。おい！今何時だと思ってんだ？そうだな。10時だな！ダメだぞ、お前9時って言ってんのに、1時間も遅れて、何したんだ？心配するだろう！な、門限はきちんと守りなさい！なあ。違うのよ。何？その前にちっちゃいなが入っちゃったから、二重なになっちゃった。いや、二重に置いてない。二縄をしてないよ。二なしたって。二なしてたって。いや、二なしてない。いや、二なってた。いやいやいや、言葉のだから、何なで置いてない。チャレンジしましょう。なんとかだからな。なんとかなんとか。大坪さん呆れてるよ、お前。んです、そのさ。うん。最後のなに命かけてんだからさ。その前にな置かない。ちっちゃいなやんじゃん、ずいかいやいや、そんなさ、うん、バカみたいなしてない。ダメだぞ、お前9時って言ってんのに、1時間も遅れて、何したんだ？心配するだろう！な、門限をきちんと守りなさい！なんだよ、こいつ。普通に入ってる。なんだ、こいつ。申し訳なかったね。まあまあまあね、すいませんね。うん、余計な話して。申し訳ないね。なんかその人好みの、うん、なんかもう、なんかそのね、うん、手土産みたいなもんじゃない？はいはいはい。ね、手土産、うん、寿司が好きな人もいればさ、はいはいはい。なんか甘いものが好きな人もいれば、みたいな、はいはいはい。お酒が好きな人もいれば、みたいなことなんじゃない？はいはい、あ、なるほどね。若林さんの場合なんかお菓子みたいなさ。あ、ちょっとリラックスしすぎだね。お菓子っていうのは、ね、そういうの、ちょっとなんだろう、目指してないもん、お菓子は。ハッピーターンみたいな。お得用のなんか、キノコの、ヤマトタケノコの。お、舐めんなよ、お前。マルチパックみたいなお菓子。お、広げんな、広げんな、広げんな。一回突っ込んだらやめろ、お前。分かってんだろ、ラジオ、お前。ラジオって突っ込んだらやめるだろ、一回。ちょっとチャレンジだな。俺が突っ込んだ後、さらに広げたところ。うん、いや、入んないでしょ、今のところ。いや、広げた。そう。お前、広げただろ。広げちゃいないよ。突っ込んだとやめたかじゃあ。いや、ちょっとだから、ね、蓋置きぐらいはしたけど、その、バーンって閉まってなかったから。あ、そう？それをこじ開けてまだ入れてったわけじゃないからね。こじ開けたと思うけど。いや、こじ開けじゃないよ。そんなこと失礼なことはしてチャレンジできる？うん。いける？ちょっと聞いてみようじゃあね。お菓子みたいなさ。ちょっとリラックスしすぎだね。お菓子っていうのは、ね、そういうの、ちょっとなんだろう、目指してないもん、お菓子は。ハッピーターンみたいな。お得用のなんか、キノコの、ヤマトタケノコの。お、舐めんなよ、お前。マルチパックみたいな。マルチパック。マルチパック。マルチパックのところ。それはさ、新たな玉じゃないからね。キノコネムのタケノコの里の、うん、いわゆるマルチパックというか、丁寧に包装しただけだから。うん、キノコネムのタケノコの里。新しいものを持ってきて。でもね、ちょっとね、気持ちよくなっちゃってるのよ。うん、ね、お前にはね、ほんとこのラジオでね、絶対気持ちよくなってほしくないの。じゃあ、どういうテンションで臨んで？ちょっとピリピリしてほしいね。俺がこう、トイメンに座ってることで、うん、あ、
ちょっとこう、落ちない話はまずいなとか、うん、なんかこう、なんだろう、だらだら話しちゃダメだなとか、なんかこう、そういう気持ちでこのラジオやってほしい。なんでそんな緊張感持ってやんなきゃいけないの。いや、それは、リラックスさせてくれ。うん、で、まあ、そのままね、うん、行く中でもやっぱいろんなモデルさんとかにさ、はいはい、すれ違ってなんかちょっと恥ずかしいなとか、はいはいはい、思ってて、エレベーターこうね、うん、パーンって乗ったらね、うん、中に前一緒にね、誰得のロケ行ったね、うん、朝比奈彩くんが。ああ、なんか前話してたじゃん。そうね、うん、まあそこでもね、オーストラリアかなんか行った時に仲良くなんかね、うん、一緒に相撲を取ったりとかさ、はいはい、言ってた、うんうん、で、久しぶり、あれ以来ぐらいに会ったの、うんうんうん、たまたま。うんうん、たまたま。お前ダメだよ、それは。何がよ。たまたまじゃない。まあ、ついただろ、お前。ついてない。パーンってこう開いたら、エレベーターのドアが。ああ、エレベーター開いた音ね。パーンって開いたら。スパンキングしたんじゃないの、朝比奈さんを。朝比奈さんスパンキングしなかった今。ちょっといいチャレンジして。してるわ。会っていけない。そこまで仲良くないの。スパンキングするまでは。それは距離詰めすぎだし。いや、朝比奈さんスパンキングしてたよ。してたよ、ね。エレベーター扉がパーンって開いたら。扉の音だった?パーンって開いたらたまたま朝比奈くんがいたっていう、ね。ちょっと聞いてみようか、ちょっと。ついてない。パーンってこう開いたら、エレベーターのドアが。そう、うん、ここ、パーンって。パーンって開いたら。いや、でも今のは違うとこ、ついてないよ。うん。エレベーターがパンって開いたら、その前のパン。前のパン、うん、その前のパン、今のが違う。突っ込んだ後だから。うん。うん。今のは違うよ。そこは別になんかきつくらなくてもいいだろう。重要なとこじゃないんだ。嘘になっちゃうから。緊張感な。いや、いいよ。そこはもういいよ、そんなものは。いや、ついたんだよな、絶対に。まあ、後でね、じゃあ。うん。オードリーのオールナイトニッポン全国ツアー in 青森、ただいま番組先行予約を受付中です。パソコン、スマートフォンからはチケットピアの専用 URL からお申し込みください。お電話でのお申し込みの場合は 0570-02-9920 まで。深夜ですので間違い電話がないよう番号をお確かめの上お願いします。詳しくは番組ホームページをご覧ください。カズマさん、リスナーが大森に来てくれるようなメッセージを最後お願いします。ぜひともお越しください。またまた。オードリーのオールナイトニッポン。僕がね、すいません、大和田で言っちゃいました、すいません。大和田さんも自分のことバクって呼ばれる。ちょっと自分で初めてですけど、自分でチャレンジさせてください、ちょっと。ちょっとね。自分は、俺初めてよ、自分をチャレンジするのは。したことないもん。ちょっとね。大和田やっちゃってるでしょ。自分のことね。僕がね。完全に僕まで言ってんもんね。いや、大和田バクさんじゃないから、ね。ちょっと大和田やっちゃいました。大和田っちゃいましたけども、ね。ああ、まずいね。うん。僕がね、うん、所属してるのが、K ダッシュステージっていう、並木橋の近くにある事務所なんですけども。やっぱさ、うん、昼間仕事がないとさ、こう、リフレッシュしてさ、トークゾーンとか今日結構行けちゃうわけ。今日?うん。いや、それはもう関係ないよ。で、調子良さそうだもん、今日のお前。いやいや、んなことないよ。あ、そう、昨日の潜在能力テストな、うん、本番中眠そうな顔してて、うん、もう、ぶっ潰してやろうかなと思ったけど。待て。さすがにあの時間帯で、うん、まあ2時間ぐらいの収録で、それ眠くはならないよ。うん、ならない?ならない、ならないよ。大丈夫だった。そう、ちょっとぼーっとはしたけどね。今日調子いいんじゃない?うん、いや、調子は、いや、遅いよ、花粉を下げんの。遅かった。うん。くしゃみするんだったら、下げてからくしゃみしてあげん。でも、これね、コンマ1秒で、うん。いや、あげなさいよ、あげなさい。今はあげなさい。音をちゃんと、もう、切れてるから。いや、小さくなってるから、絶対。俺も、こう、10年やってんだよ、このラジオ。いや、もうくしゃみが乗っちゃってるやつ。ちょっとチャレンジさせて、石井ちゃん。くしゃみの音が寸前で小さくなってるから。うん。ちょっとぼーっとはしたけどね。今日調子いいんじゃない、
ねえ、調子は、恥ずかしい。ちょっと顔下げるのやっぱ遅れてたね。くしゃみの、くしゃみも入ってるし、花粉を下げるカツーンってのも入ってるし。何の意味もなしてないよ。10年やっててこれか。でも、反応遅くなった。1年目とか2年目とか31、2の俺だったら花粉の方が早かったから、やっぱちょっと、なんか反射神経落ちてるかもしんない。自分の酒買ってホームパーティー行ったって、そう。結構変じゃない？ダメだよね。うん。よく考えたらダメだよね。お前、それダメだよ、お前。ドームに岡田が行くんじゃねえんだから、自分の分だけ。それダメだよ。いや、だから真に受けてさ、自分の分買ってきてっていうのはそのまま取っちゃって、で、案の定テーブルにすっげえいっぱい並んでるの。うわー、絶対。みんなのお土産がでしょ？そう、絶対この人数がそれぞれてめえのだけじゃない量の。全然知らないじゃん。俺が昔話しただろ、ロベキャンがチョコレート持ってきたそうね。ダメだよ、ホームパーティーは絶対お土産持ってかないと。ダメ！だからそう、ホームパーティーっていうのもサッカー見るっていう方に意識いっちゃったから。でもなぁ、うん、でもお土産持ってってるけどな、お前が行くっていう時点で知名度を。確か一番のな。それが一番のお土産。差し入れ、一番の差し入れか。お釣り来るぐらいの、お土産だよ、それはね。おいで、なんでもない。おいで。もみあげって言ってたよね。いや、俺こんな寒いこと言いたくないけど、まあ、もみあげって言ってたよ。俺も、こんな寒いことないよ。いや、それ寒いよ、わからないです。言ってたよね、もみあげって。お寒いよ。ちょっとチャレンジしていいですか。いや、これはもみあげ。うーん、もみあげってちょっと混ざっちゃったけど。俺、ね、完全にもみあげ持って、だってテクノカットだから。もみあげないんだから。テクノカットだから。もみあげは持っていけないんだよ。もみあげをお土産に持ってて、みんなテクノカットだと思ってたんじゃないの。違う違う違う。ちょっと聞いてみよう。一番の差し入れが。お釣り来るぐらいの、もみあげだよ。完全に言ってるわ。なんでお釣り来るぐらいのもみあげって。もみあげを差し入れするな、お前。これは罰です。これは罰です。これは罰です。ダメです。いやいや、ビンタとかにしてくれよ、いつも言うけどさ。うん。コラじゃないんだよ。コツンじゃないんだよ。ビンタとかにしてください。もみあげを入れもだけじゃないよ、お前は。いやいや、お土産ね。え、自分の酒買ってホームパーティー行ったって。そう。結構変じゃない？ダメだよね。うん。よく考えたらダメだよね。お前、それダメだよ、お前。ドームに。うん、岡田が行くんじゃねえんだから、自分の分だけ。それダメだよ。いや、だから真に受けてさ、自分の分買ってきてっていうのはそのまま取っちゃって、で、案の定テーブルにすっげえいっぱい並んでんの。うわー、絶対。みんなのお土産がでしょ？そう、絶対この人数がそれぞれてめえのだけじゃない量の。全然知らないじゃん。俺が昔話しただろ、ロベキャンがチョコレート持ってきたって。そうね。ダメだよ、ホームパーティーは絶対。絶対お土産持ってかないと。ダメ！だからそう、ホームパーティーっていうのもサッカー見るっていう方に意識いっちゃったから。でもなぁ、うん、でもお土産持ってってるけどな、お前が行くっていう時点で知名度を。確か一番のな。それが一番のお土産。差し入れ、一番の差し入れか。お釣り来るぐらいの、お土産だよ、それはね。おいで。何でもない。おいで。もみあげって言ってたよね。いや、俺こんな寒いこと言いたくないけど、まあ、もみあげって言ってたよ。俺も、こんな寒いことないよ。いや、それ寒いよ、若林さん。言ってたよね、もみあげって。お寒いよ。ちょっとチャレンジしていいですか。いや、これはもみあげ。お土産ってちょっと混ざっちゃったけど。これ、ね、完全にもみあげ持って、だってテクノカットだから。もみあげないんだから。テクノカット。もみあげは持っていけないんだよ。もみあげをお土産に持ってて、みんなテクノカットだと思ってたんじゃないの。違う違う違う。ちょっと聞いてみよう。一番の差し入れが。お釣り来るぐらいの。お土産だよ。完全に言ってるわ。なんでお釣り来るがいのもみあげって。もみあげを差し入れするな、お前。これは罰です。これは罰です。これは罰です。ダメです。いやいや、ビンタとかにしてくれよ、いつも言うけどさ。うん、コラじゃないんだよ。コツンじゃないんだよ。ビンタとかにしてくれよ。もみあげを入れるもんだけど、お前は。いやいや、お土産ね。リトルトゥースグッズ。青森バージョン。そうよ、そうよ。うん、もう結構もう、で、これ時間まだあんの？グッズ作る。ん？あるんじゃないあるんじゃないですか。人ごとだな。いやー、なんか自分が立ち上げてない番組だと、やる気出さねえんだ、石井が。途中から入った番組だと。あ、気持ち入れろ、お前。うん。三四郎アルピー。星野源ばっかりだ、石井ちゃん考えてることは。ああ途中から入ったから、俺が立ち上げた番組じゃないし、みたいなとこあんな、あいつ。なるほどね。うん。俺はね、結構グッズのこといろいろ考えてるからさ、その辺も任してよ。
ああ、まあ、それやっぱあった方がいいもんね、グッズはね。ちょっとね、俺も実際デザインしようかなと思ってんの。ああ、そう。うん。おお、いいじゃないですか。いい。うん、もちろん、もちろん、それはね。結構ね、うん、ベンチコートとか。ベンチコート?うん。作ろうと思ってね。ベンチコートか。おお。違う。